皆さん、こんばんは。こんばんはじゃないね。こんにちは、ワドです。2017年9月の18日、13時36分です。よろしくお願いします。ワドです。はい、ルピカ、ワド2。いつもアイテムありがとう。楽しんでってね。いらっしゃい。まあ、雑談楽しみましょう。はい、ワド2。トコワド2。ハートありがとう。はい、ワード2、ミスケいらっしゃい。トコさん、アイテムありがとうございます。頑張ります。はい、まいちゃん、ワード2、アイテムありがとう。今日のゲーム配信、今終わったとこだわ。今、ドラゴンクエスト終わったとこだわ。なんで見逃すの？ヤコワード2、アイテムありがとう。頑張ります。ありがとう。おい、コピちゃんワード2、パフェありがとう。アイテムありがとう。頑張ります。昨日お疲れ様。ワード2、クリスエスさん、いらっしゃい。楽しんでて。ゲーム配信はね、ドラゴンクエスト、ちょうどヘンリーが終わったところまでやりましたね。はい、ミコロクさん、バン解除どうなったの？バン解除されました。はい、バン解除されました。どうなったの？解除されました。バン解除されたところですね、今。引っ込んでろよ、お前みたいな前科も。トリコチーロマニアさんいらっしゃい。トリコチーロマニアさんいらっしゃい。そうそう、ふわっちのタオルです。いいでしょ。運営さんからいただいたんですよ。やっぱり自己顕示欲の強い僕はね、堂々と飾りますよ。君たち他の仮想配信者とは違うんですよっていうアピールですから、これは一流の配信者のみに与えられる聖なるタオルですから。 1週間バンだったんだけど、短くしてくれました。なんでバンになったのかちょっと言えないですね。申し訳ないです、ケイちゃん。バン解除おめでとう、ありがとう。ちょっと言えないです、ごめんなさい。大人のバンです。エッチなバンですね。 お蔵入りしました。その放送はお蔵入りしました。坂も元気だよ、ルピカ。元気元気。やっちゃいましたね。そうなんですよ、やっちゃったんですよ。 まあしょうがない、しょうがない、いろいろある。これからはバンにならないで、気をつけます。すいませんでした。でも運営さん速攻メール返してくれたよ。速攻返してくれた。でも昨日のな、石野の放送面白かったな、YouTube ライブ。
昨日の YouTube ライブ当たりだよね。みんな YouTube ライブ見た？昨日の石野との対談。俺腹抱えて笑ったもん。あ、なすびさんどうも、こんにちは。いらっしゃい、楽しんでてください。優しい？何が？石野？石野優しいよ。あいつは天才だよな、本当に。あ、石野生きてるかな。え、石野見てないの？昨日の YouTube ライブめちゃめちゃ面白かったよ。最高だったよ、昨日の石野との話は。めちゃめちゃ面白かった。個人的にはなんか放送雑談やってすごい楽しかったね。復活しました、なすびさん、どうもどうも。うん、見た？マルさん見た？え、見れてないの、ルピカさん。え、YouTuber チャンネル登録してる？みんな。あと9人で目標達成できるんで、みんなチャンネル登録してね。あと9人で、チャンネル登録、目標人数達成なんで、YouTube ぜひ、チャンネル登録お願いします。通知がいかない設定もできるからね。仕事してるからね。いや、最高だったよ。もう爆笑だったよ、昨日の。石野は結構受け良かったっすよ。解放お疲れ。見た？ YouTube チャンネル登録してない人はぜひお願いしますね。面白かったよね、とこさんね。最高だったよね、昨日。どうやってするか分かんないから登録してない。YouTube のアカウント持ってるかな。 Google アカウントを持ってたら下の URL をクリックするとね、チャンネル登録っていうボタンが出てくるので、それをクリックするとチャンネル登録できます。面白かったよね。アカウント持ってないんだ。さあ、チャンネル登録できないね。登録した？ルピカ、ありがとう。サンキュー。ありがとうね、ルピカ。お、あと8人だ。ありがとう。よいしょ。あと8名ですね。ありがとうございます。対談石野&和道ってやつですね。Google アカウントはね、無料で Gmail とか作るアカウントで、YouTube のアカウントも同時に作れますよ。YouTube 頻繁に見る人はね、便利な機能いっぱいあります。再生リストとかね、自分のお気に入りの動画をチェックしておいたり。あ、登録した？ありがとう、夏美猫さん。面白かったよね、昨日ね。何線を選んだかと想像したらね。一緒に電話してみる。一緒に電話してみようか。生きてるかどうかね。生きてるかどうか。ちょっと安否確認をしますね。一緒の昨日死ぬって言ってたから。生きてっかな。死んでんじゃねえかな、一緒の。多分俺の予想死んでると思うんだよね。自殺するって言ってたからな。死んでるわ。あ、これ死んでるわ。あ、死んだわ、石野。出ねえわ。死んだな、これ。死んだな。石野死んだわ。マジかよ。石野死んだわ。ありがとう、石野。お前との日々は楽しかったぜ。フォーエバー。マジか。止めることはできなかったか。ゆりかもめ。止
止められなかったわ。止められなかったわ。あ、フォローありがとうございます。石井の、でも30歳に見えないよな、若いよな。 YouTube チャンネル登録ありがとうございます。ふわっちもフォローありがとうございます。お、あと5人だ、ありがとうございます。あと5名ですね、ありがとうございます。フォーエバーだな。ワトさんお久です。フォロー登録完了です。ありがとうございます。ゆきさんありがとうございます。よいしょ。あ、のんちゃん。のんちゃん。はい、始まったよ。うま。のんちゃんはね、もうね、昨日からプル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 震えてね、馬を監視してるから。馬を監視してますよ。初見です。なぜ番になったんですか。ごめんなさい、ちょっと大人の事情で言えない内容の番です。はい、馬始まったぞ、馬。え、知らない。知りません。閲覧が集まらない。はい、あつしさん、アイテムありがとうございます。いや、馬でしょ、あんなもん。馬でしょ。お疲れっす、ソスさん。お疲れっす。久々ドラム叩こうかな。のんちゃん、フンフンしてるからね。久々ドラム叩きてえな。ギターの弦も買いたいな。ギターの弦。馬に失礼、馬は美しい。馬って綺麗だよね、本当にそう思う。あと馬って思ってるよりもさ、乗っかると高いんだよね。馬乗ったことあって、俺乗馬うまいんですよ、実は。こう見えてなんか知んないけど、乗馬がうまいセンスがあって、あの馬は好きだわ。なんかね、楽しい。こう生き物に乗っかるっていう。馬かわいいしかっこいいよね、筋肉隆々で。ギターだけじゃなくてドラムもできるんですか。ドラム、ギターは全然できないですけど、ドラムも少し、はい、ドラムやりますよ、はい。うん、下手だけどね。まあ、かわいいよね。うん、まあ、スティックを回してドラム叩けることの証明になるのかっていう話だけどね。横浜海賊団さんいらっしゃい。何をやっても下手です、僕は。なんか人よりもうまいものってないもんな。人よりもうまいものっていうのは、なんか特定のものがない、何も。そうなんだよね、馬ってかっこいいんだよね。まあ今新宿に住んでるんですね。新宿に住んでないでしょ、来たんでしょ多分。喋るのが上手、喋りって上手い下手ってさ、なんかこう実なんていうのは難しくない、判定をするのが。間違いなく上手い下手はあるんだよ。だけど
なんつうんだろう、難しいよね。その時その時によって、人に、見てる人にもよるしさ、難しいと思う。その喋りがうまいか下手かをどうかを評論するのは、音楽に似てるな。音楽とかに好みの問題がかなりあるから、むずいよね。そう、いるんですよ。だけど一つだけ言っていいですか、あのミュウツーに一つだけ言っていいですか、あの爆笑しないでほしいんだけど、一つだけ言っていいですかこれ絶対お前ら鳩飛ばさないんだったら、すっげえ面白いこと言ってあげていい。絶対鳩飛ばさないって約束するんだったら、あのミュウツーがいかに恥ずかしいことやってるか、俺もう指摘1があるの。もうツッコミどころが1あるんだよ。あ、やめとこうかな、言うの。やめとくわ。かわいそうだから。またいじめになっちゃうかし。え？何？つづり？何？振り？約束する？いや、やめとくよ。もういじめになっちゃうから。いじめになっちゃうからやめとくけど、もうツッコミどころ満載なの、俺からすると。この絵面っていうか画面を見ただけで、もう何にもわかってないっていうのが、もう本当に、もう如実にわかんのね。如実にわかるっていうか、そのやっぱ生活保護ね、不正受給追及するって言ってるけど、何もわかってねえなこいつっていう、約束する？絶対約束する？ミュウツーにポンプ飛ばさない？あのね、じゃあ教えてあげる。ミュウツーが今いるところは新宿区役所第一本社っていう、あの第一庁舎っていうところで、住民票とか、障害者手帳を発行したりとか、そういう本庁のところの、新宿区役所ので生活保護、そこの中にないのだから今から配信を切って、こいつは意気揚々こう、なんか生活保護についてちょっと不正受給を問いただしたいって突っ込んでいくんだろうけど、この中にはありません。この中にはありません。わかる？問い合わせする省庁がないの、この中に。問い合わせする係がないの。だから、あの、しかも、あの、速攻、あの、放送してたら通報されるし、あの、速攻怒られるのね、警備員に。アホすぎるでしょ。もうだから、多分、前回分かってないんだよ、本当に。あの、生活福祉課はここにありません。ダッサでしょ。ダッサでしょ。だから、ははーみたいな。何言ってんだろう、この人、みたいな。だから多分歩かされますね、こっから。次枠の流れは、もう歩かされるんです。いや、笑うでしょ。いや、だから、もうファッションでやってるのがよくわかるでしょ。前回も、ここに来たとか言ってるけど、分かってないんだよ。うん、買い物行ってらっしゃい。アイテムありがとうございます。頑張ります。アホだな、こいつ、にわかだよ、にわか。多分ね、生活保護の、新宿で生活保護を受けてるリスナーさんは、なんだこいつってなってるんで。アホだな。あ、喫煙所は、あの、裏にあるって教えてあげて。和道リスナー、あの、喫煙所は裏にあるよって。そこの裏手に回ったらあるよって教えてあげて。裏手に回ったらあるよって。いやー、すごいよね、ほんと。そう。馬散歩。うん、はい、ペー、アマド2。ペーバーガーありがとう。1日番でした、グレープさん。どうもどうも。いやー、面白いな、こいつ。ちょっと、あれだろうね。都会に来て浮かれてるんだろうね。はい、チャンネル登録ありがとうございます。あと4名で目標達成です。ありがとうございます。区役所内に喫煙所ありますよ。区役所内に喫煙所ありますよ。区役所内にあります。
田舎者が人に怯えながら喋ったな。アホだな、本当。バカすぎるな。今日月見バーガー食べたよ。月見チーズバーガー美味しいよね。ああ目隠しをしてあげて、あでもね、鳥とか動物ってすごいよくできてて、暗くなるとおとなしくなるんだよね、本当にね。夜になると眠くなるんだよね。ワドツ、うむ、誰か NG コメで教えたっぽい。でもこれから行く行く言ってる。あ、そうなんだ。リュウさんいらっしゃい。いや面白いよね。フォローありがとうございます。フォローありがとう。月見バーガーだね。俺はグラコロが大好きなんだけどね。グラコロは冬だっけ、2年に1回ぐらいしかやらないんだよね。いや、ふわちタオル飾ってますよ。ふわちタオル飾ってます。そう、やっぱね、いいよね、勝者の、勝者にしか与えられない、勝ち組ふわっちゃーにしか与えられないタオルですから。これリスナーさんと勝ち取ったものなんで、リスナーさんとね、共同で撮ったものなんで、やっぱ掲げないとね。2人で撮ったものですから。なんかゆいがさんの部屋みたいになっちゃったけど、ゆいがさんも部屋に飾ってんだよね、タオルを。まあでもあれは自分の物販だから賢いやり方だよね。俺も T シャツ、自分で作った T シャツだけ着ようかな。 T シャツ販売しようかな。和道 T シャツ欲しい人いる？和道 T シャツ最初に早朝に来た時のお題のやつ面白かったです。早朝に来た、あー、あれはね、ニコ生とかではよくやってるんですけど、大喜利っていうやつですね。大喜利、ゆうきさん、大喜利って言って、あのテレビ番組とかだと一本グランプリとかが大喜利になりますね。多分あれが好きな人は一本グランプリ大好きなはずですよ。フォローありがとうございます。フォローありがとう。もしよかったらね、YouTube もチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとね、色合いがね、なんかツートンカラーなんだよね。オレンジと黄色だから、なんかこう、輪郭ははっきりしないんだよね。あの多分2色のすりの方が安いから多分ツートンカラーにしたんだろうけど、フルカラーでやればよかったのにね。そんなに値段変わらない。まあまあありがたいです。俺もなんか限定グッズ作ろうかな。 T シャツ自分でデザインして自分で着るやつ作ってさ、でなんか俺と同じのをさ、やろうかな。ミスタードーナツの方って教えてあげて。ミスタードーナツの方、そこまっすぐ。ミスタードーナツの方まっすぐね。で、しばらくまっすぐ。で、大通りに出たら、突き当たりを左。そわそわしてんな、田舎も。
4つ目も登録完了、ありがとう。ありがとう、ゆうきさん。YouTube ぜひ、もう少しなんで、ぜひ、あと4名よろしくお願いします。チャンネル登録。なんかシャブをやりすぎた尾崎豊みたいになってるけど大丈夫？ 覚醒剤をやりすぎた尾崎豊みたいになってるけど。いや、今向かってるっぽいよ。ルピカさん。携帯からコメントできない？できるよ。あのね、一番下の方までガーってカーソル反らして、コメントっていうのを押すとコメント欄がバーって上に出んの。なんか、なんでこんなガリガリなんだろうな。なんでこんなガリガリなんだろう。尾崎豊のファンめちゃめちゃ怒るぞ、今。できるよ。携帯からも、できます。どちらからでもできます。なんで田舎もんってさ、その都会似合わねえな、ミュウツー。なんでこう怯えるの？街に怯えてるよね、完全に。顔に正気がないもんね。キョドってるよね。キョドりすぎだよ。できるできる。一番下の方とかコメントみたいな、なんかおすすめ動画みたいなのバーって下の方に行って。そうだったんだ、ルピカさん。あー、知らなかった、ごめんね。多分コテハンが違うのかもね。ルピカじゃないのかもしれない。あのね、田舎の人ってね、ビルに慣れてないからね、視線がかなり上の方になるんだよね。ビル高えなっつって上の方ばっかり見るんだよ。だから東京に住んでる人と田舎から来た人すぐわかんない。上ばっかり見んの、こうやって。天気いいな今日。天気めちゃめちゃいいよね。吉本の本社の隣だよ。吉本の本社の隣。バスで来たんだろうな、多分。夜行バスで多分やっと着いた時間だよね、これ。あの、新幹線じゃないよね。あの、新宿バスだから、新宿バスだから来たのが丸出しだよね。歩きタバコ OK ですよとか教えるひどいリスナーがいた。歩きタバコダメだよね。ラジコンとか言って。吉本の場所わからないか。ゴールデン街もわかんないのかな。でも正しい方向に進んでるけどね。いや、レンズ拭けよ。レンズを拭けよ。見づれえわ。壊れたラジコン。和藤さんのツッコミがツボです。 ありがとうございます。ボケかツッコミだったらツッコミの方が好きですね。はい、和藤です。翔さんいらっしゃい。石野氏は現在配信はやってるんですか？本人は配信をやってなくて、僕の YouTube ライブでよく出演してくれてまして、昨日もあの僕のリスナーさんにお金ください、30万円くださいって懇願してましたね。だから僕の YouTube チャンネル登録すると、あの石野くんの動画いっぱいありますよ、最近の。ちょちんさんいらっしゃい。
そういえば毎日配信が上がってるからバンになっていたことを知らなかった。あ、そうだったんだ、リュウさん。ポルポルさんはどつです。楽しんでってください。お疲れ様です。あのでも昨日あの自殺をするって言って、あの僕にこの後ラーメンおごってくれなかったら死にますって言って、でラーメンおごってなかった、おごらなかったんで、もしかしたら今日死んでるかもしれないですね昨日の放送の最後で和道さんラーメンおごってくれなかったら僕自殺しますって言って、帰ってくれって言ってであのなんか山手線にしようかなとか総武線にしようかなとかぼやきながら帰ったんで、でさっき電話したんですよ、生きてるかっつって、でも連絡つかなかったんで、彼はおそらくもうこの世からいないかもしれません、はい、そうです、即日ではなくて次の日、あの晩は晩ですね。ただあの情状酌量の余地があるということで、あの規制緩和していただきました。太陽フレアが来るんだよね。そう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 、だから電波が悪くなるかもって話だよね。いや僕初めて昨日バン食らっちゃったんですよ。1週間バンだったんですけど、ごめんなさいメールを打って、でまああの確かにその故意ではないし、あの放送すぐに切ってるんで、あのちょっと処置が重すぎるので、あのまた気をつけてくださいねって運営さんから連絡すぐいただいて、連絡をごめんなさいって言って、あの次の日に解除していただいて、ミュウツー区役所に行くらしい。あ、そうなんだ。知ってる知ってる、見てるもん今。ひどいことしたんですか。いやまあまあ事故ですね、ただの放送事故です。うん、ラジオ感覚で楽しんでる。あ、ありがとう大輔さん、楽しんでってください。フォローありがとうございます。ふわちフォローありがとう。もしね、あの動画の、アーカイブとか見てくれる方は YouTube チャンネル登録よろしくお願いします。のんちゃんお茶入れて、ほうじ茶これ、これが一番美味しいかも。ほうじ茶好きだわ。フォローありがとうございます。 YouTube ライブもチャンネル、 YouTube もチャンネル登録お願いします。のんちゃん苦いつがいってるからね、香ばしい感じがする、うん。エンビーさんこんばんは、こんにちは、いらっしゃい。新宿に行ってる方は炎上芸しかできませんね。炎上芸じゃなくて俺のネタしかできないあれこっち合ってるか、道大通りでしょ、多分道間違ってんじゃないのこれ、合ってるか、ここ来られないんだねのんちゃんのことは怖くて来れないんだよのんちゃんもう昨日からずっとねふんふん言って携帯いじってね。そうそう、これがふわっちタオルですね、はい、いいでしょう。リスナーさんからね、せっかくいただいたも、運営さんとリスナーさんね、2人で運営さん、あ、リスナーさんとね、2人で共同作業で撮ったものなんで、やっぱりね、こう飾らないとね。吉本の方に入ってる模様、あ、じゃあ大丈夫だね。うん、ワッチタオル何枚これ結局だ、何人手に入れたんだろう。100人ぐらい手に入れたのかなこれ。金魚すくい1日4日間やってたよね。何人手に入った計算なんだろう。多分ね、テルチャンピオンも持ってるはずだよ。テルチャンピオンを持ってる、うん、鶴根さんいらっしゃい。あ、着いたね、着いた着いた着いたよ、区役所。さあ中で配信するのかな。着いたね、中で配信するかね。そこ左、イケボイベントは不具合で延期なのかな。夕方、今日の夕方の16時からだって。チャンネル登録ありがとうございます。ありがとう、アンダーさんありがとう、佐々木さんこんにちは、楽しんでってください、ありがとうございます。
ゴールデン街後ろに見えるもんね。なんで焦ってんだ。何の顔だよこれ。田舎から来ましたって感じいいねっつって。さあどうなるかな。配信者だからね、配信回さないのかな、どうなんだろう。なんでバンになったの？キョンさんいらっしゃい。あの大人の事情ですね。はい、大人の事情でバンです。やっぱ見てた人だけが知るあの秘密の暗号ですから、森へのパスポートですから。それは生で見てた人のお楽しみですよ。そう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 。なんでうろ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 してんだろうね。だってもう入り口いるんだよ、うん、入り口いるのよ。てか中に入ったらもうすぐなんだけど、多分ね放送バンになるのが怖いんだよ、中で怒られて。敷地内に入って放送したら絶対怒られるから。俺超怒られたもん。俺もう本当に30分ぐらい本気で怒られたからね、うん、警備員と課長とめちゃめちゃ怒られたもん、放送外で。もう二度とするなって、うん、めちゃくちゃ怒られるし、すぐ監視来るよ、すぐ警備員飛んでくるよ。祝電バンバン入る、どうなんだろうね。敷地内で放送してたらめちゃめちゃ怒られる、うん、あダメって言われてたんだ、じゃあまあ放送できないだろうね、うん、めちゃめちゃ怒られる。30分ぐらいね、うん、あ、ミュウツーね。馬神様が言ってんの。馬神様が。あ、中に入っちゃった。敷地内で撮影しちゃったよ。怒られるぞ。あ、戻ってきた。うん、厳しいよ。そりゃそうじゃん。だから俺の場合、コンドームかぶって言ったかんだよ。コンドームかぶって、あの状態で言ったかんだよ。それは怒られるでしょ。めちゃめちゃ怒られたよ。コンドームかぶったまま怒られて、取りなさいって言われたから、コンドームは最後までかぶってたけど、かぶらないっすっ。あ、取らないっすって言って。取らないです、取らないです。嫌です。かたくなに拒んだから。ミューズ放送やってるよ。それは怒られるわな。めちゃめちゃ怒られたよ。コンドームかぶったまま突撃して。うんこちびるほど怒られた、うん、何かをかぶって怒られるのは越えなくてはいけない壁なのかな。登竜門的なね、伝説の防具だからね。ストッキングから、あの金梅さんをリスペクトしすぎて、あの金梅さんインスパイアで、あのコンドームかぶったっていう、あのストッキングが俺には衝撃的すぎたんだよね。いや怒られますよね、めちゃめちゃ怒られましたよ、うん、ていうかさ、思うんだけどさ、まあいいのか、後人だからいいのか。新宿区役所所長吉田様っていうさ文字をさ思いっきり出してるけどさ、まあ後進の場合はいいのか、うん、税金で飯食ってるわけだもんな、うん、でもさ、あの新宿のさ、あの区長にさあの手紙を届けるのは生活安全課ではないの？だったら本庁舎に行かないといけないの？区長に物申したいっていうことでしょ？それだったらあの生活安全課に届けるのは違うと思うんだけど、どうなんだろうね。だってあの区長はそこにはいないのよ、そこ分社だから。だから生活保護のことを聞くんだったらそっち側に行かないといけないんだけど、新宿区長に渡すんだったら戻れって伝えて。今度はツイキャス、ニコ生かな、
なんで区長に突従ってんのかよくわかんないんだけど。ああ、まあまあまあ、まあ、公人の場合は大丈夫か。公人の場合だと大丈夫か、名前出しても。いや、まあ、ページがあるから OK っていうのは違うけどね、論理が。なんかネットの人ってさ、インターネットのページに載ってるから引用していいとかさ、その著作権がフリーだっていう考え方あるじゃん。それ全然間違えてるからね。公にしたものを見ることは大丈夫なんだけど、その二次引用していいのは権利としてね、そのクリエイティブコモンズに登録してるかどうかだから。緊張でお口が乾いた乾いた。まあ暑いかんね、今日外ね。支離滅裂感はすごいよね、毎回ね。ただのクレーマーだからね。ただのモンスタークレーマーだから、ね。さあ、どうなるかな。あ、そうだ、ハードディスク買いたいんだよね。そうそう、公人に肖像権がない、そこね、デマっていうよりも判例がないんだよね。例えばテレビの場合って警察官にモザイク入れないのが通常じゃん。だそこの慣習にのっとって言ってるんだよ。で、多分なんだけど、裁判が起きたら多分肖像権はあるっていう風になるけど、勤務中の映す場合っていうのは多分ね、大丈夫だと思うよ。裁判で民事で勝つと思うよ。どうなんだろう、そこ微妙なところだよ。判例がない、症例がない。指揮法に載っている方の引用も OK。 あ、そうなんだ。へえ。へえ。あ、そうなんだ。更新完璧 OK なんだ。明確な理由がある時だけとか、そんな感じだった。あ、まあそれはそうだろうね。それは理由もなくやったらダメでしょ。ただまあ警察官によく言われる配信止めてもよくわかんないけど配信止めてって言って、なんでって聞くと、いや、なんとなくって答えもいやいや、あなたが理由あって私に声かけて、なんで私がやってることを止めないといけないのっていう、めちゃくちゃだよな。めんどくさいっつうか、まあ仕事が増えるだけだよね。仕事が増えるだけだよ。でもさ、それだったら内容証明で送った方がいいのにね。そう思わない？俺だったら内容証明で送るけどね。多分普通の大人だったらそういうことやるよね。本気でやるんだったらネタじゃなくて。だから知識がなさすぎるんだろう、ね。そしたらないがしろにできないじゃん。あれってただ手紙送るのと一緒だからね。ラブレターだから。中西マンかなりオフパコしてる。へえ。知らないです。中西マン、そうなの？芸人さんモテますからね。中西マン喋りうまいかな。はい、こんにちは、岡ちゃん。アイテムありがとう。ゴミ箱っぽいはね、できない。あ、内容証明は送ってるんだ。へえ。まあ、正しいやり方だね。さあ、どうなるかな。終わるかな、配信。ミュウツーに何握られてんの？何も握られてないと思うんですけど、わからないです。
でもやつは何かを握ってますよ。やつはやつは俺の人生を揺るがす何かを握ってるからこそこんなに使命感を持って動いてるはずなんで、確固たる何かを持ってるんじゃないの。あ、ヤスさんこんにちは。小島グランプリかな。うん、俺は会ったこと、キャスバーで名前は知ってて、そのメールとか DM とかやりとり何回かぐらいあったと思うんですけど、会ったのが初めてなのが、キャスバーでぐでんぐでんに酔っ払って寝てる小島グランプリを見て、で起きて挨拶したぐらい、ういっすーっつって、ドケズ名人さんいらっしゃい。え、どうしたのんちゃん。3つのケーキがあるよ。え、ケーキが3つもある。ケーキ食べていいよ、美味しいよそれ。スーパーで買ったやつだけど食べていいよ。公然はもともと自己の使命や肖像が大衆の前に公開されることを包括的に何だろう、許諾かな、許諾したものって決まりがある。ほう、そうなんだ。営利目的じゃなければ問題ない。はあ、そうなんだ。営利目的でしょ、だってアイテムもらってるんだから。ワド君のサイトってどっかのブログサイトですか。いや違いますよ。はい、連絡先や住所はご存知ですか。知らないです。僕は小島グランプリの連絡先住所知らないです。名前と会ったことがある、面識が1回あるぐらいですね最近。義援金詐欺したの。知れません。まず最近どんどんニコ生勢がふわっち押し寄せてきてますな。俺はだからただのニコ生だと思ってるけど、ふわっち全然ニコ生化してるじゃん。ニコニコ生放送でしょ元リスナーで言ったら。あ、ごめんねヤスさん、力になれなくて。知らない、でもね、知ってたとしてもヤスさんに伝えることはないですよ。僕はあのリスナーさんの個人情報を配信者に言うこともないですし、配信者の個人情報をリスナーさんにも言わないっていうのは守ってやってるんで、信頼関係なくなったら終わりなんですよこの業界。だからそれは両方とも守ってます。配信者の個人情報をリスナーさんに個人的に伝えることはやらないですね。だって俺みやびくんからあのパルパルの連絡先を今すぐ教えてくれって連絡来たの。ちょっともう要件が、急用があるからって。でもあのパルパルに連絡してパルパルがいいよって言ったら返しますって言ってるぐらいだもん。みやびさんですらそういう風にやってるぐらいの。でパルパルに次の日に連絡来て教えていいですよって言われたから教えたぐらいだもん。それでも1日かけてるぐらいの。それくらい慎重にやってる。だってさ、例えばさ、ヤスさんの住所を俺が知ってたとして誰かに伝えてたら、ヤスさん俺のこと嫌いになるでしょ。だから絶対に教えない、そこは。小島グランプリの住所はツイッターのトップに公表してあります。ワド2 、ありがとうございます。ヤスさん、あのマチルダが教えてくれて。マチルダいらっしゃい、お疲れ。小島グランプリがバカなのは有名ですよ、はい、それが売りなんで。小島グランプリは閲覧3人しかいないのに肛門の中に小麦粉を詰めて、ビー玉を何個も詰めて最後粉塵爆破をするっていう枠とか、あの閲覧2とか3なのに便器を舐め尽くすとか、そういう配信者なんです誰よりも面白い体を張る芸人なのに誰にも評価されないっていう、あの孤高の配信者だったんですよ孤高の配信者。まあ本人が公表してるのはね別に大丈夫だろうけど、いや面白いよねだけどなんであいつ受けないんだろう、なんであいつ受けないんだろうってみんな面白いのにって言って何なんだろうって言って。だけどあの裏事情を聞くと結構酒癖が本当に悪かったりとか遅刻とか、なんか例えばそのAV 女優の特番で司会を任されたのに寝坊していって、酒飲んで寝坊していって AV 女優とオフパコしようとして携帯番号を交換して業界の人に干されるっていう、その業界の人から聞いたりとか結構ね、あの本当の昔の芸人さんみたいな底抜けなんだよね小島グランプリで。結構その裏方の演者が怒るみたいな、そうだね、フリートークができないよね。いやすごいよ
小島グランプリは最近評価され始めたっていうか、最近なんか頭角を現し始めた配信者だよね。もう古いですよ小島グランプリは。そうだね、閲覧爆発してきてるよね。小島グランプリがやっと評価されるようになった。てかね、過激すぎるんだよもう本当に。力屋さんが小島グランプリの肛門にビー玉を詰め込んでくのよ。すごくない？で、小島グランプリのお尻の穴の中にビー玉がどんどん入っていくので、喘ぎ声とか聞こえるんだけど、小島グランプリの もちろん陰部とか映らないようにするんだけど、バケツを置くんだよ。で、こう踏ん張ってポトンポトンポトンつってビー玉が生まれる配信とか、すごいでしょ。そう、力屋さんが小島グランプリのお尻の穴にビー玉を入れてくの。すごいよね、うん。ああ、なんか格闘技対決やるみたいだよね。大輔さんこんにちは。懐かしいよね。いや、力屋さんは相当体張るからね。あの人もネジ飛んでるからな。力屋さんすごいっすよ。すごいっす。それこそさ、小島グランプリと格闘技のイベントとかさ、ドレさんとか呼べばいいのにね。解説委員とか、あのレフェリーとかで、あの喧嘩になるぜ格闘技は。格闘技って本人プレイヤーたち熱くなってるから、どんどん力んでいくんだよ。 YouTube の方が合ってると思う。俺もそう思う。で、結構人気出ると思う。小島グランプリは体を張ってる内容、やってる内容面白いんだけど、なんかファンに恵まれなかったんだよねずっと。だけど名前みんな知ってるもんね、やっぱ伝説ね。たまにそういうタイプいるんだよね。ワンタロウも俺その手のタイプだと思ってる。配信外がめちゃめちゃ面白いの、ワンタロウって。で、なかなか評価が集まんなくて。でも最近なんかね、北海道から調子がいいから、なんでこいつ面白いのにこんな評価されねえんだろうってやついっぱいいるんだよね。即、いや毎回即バンですよ。毎回即バンですけど、ああそうなんだ。あ、のちゃん顔映ってるよ。ケーキ美味しそうに食べるね。だってこっから撮ってるから隙間でそっちが入っちゃうのよ。うん、ギリギリ映ってるよ。ケーキずっと食べてる。うん、力屋さん復活した。力屋さんもどれくらいやってないんだろう。ニコ動にあるショートムービーがやたらといい。へえ、そうなんだ。いやー面白いよね小島グランプリ。でも一回ね、ゴロリさんにお願いされたことがあるよ。小島グランプリは実はボケが過激すぎるから、ツッコミがいたりとか、その難解なボケを拾うツッコミ役がいたらあいつ伸びるから、和道タッグ組んでくんねって一回お願いされたことある。あいつ和道と絶対噛み合うからって。和道はツッコミが鋭すぎるし、それで嫌われるタイプだし、小島はボケが行きすぎるから、めちゃめちゃケミストリー起こるから、小島とちょっとやってよって言われたことがある。で、実は FC2 の公式の話なんだけど、小島グランプリさんが結局その公式の司会やったんだけど、あれ裏方ではピックアップ俺されてたらしいんだよね。で、俺か小島グランプリかで、どっちにするかで小島グランプリ選ばれたんだって。だからなんか縁があるんだよね裏で。多分そのうだつが上がらないグループなんだよ俺と小島グランプリは。似てる扱い。あ、ありがとうございます。 YouTube チャンネル登録ありがとう。もしよかったら皆さん YouTube チャンネル登録お願いします。まあ、面白い人っているんだけど、面白いから人気が出るって限らないからね。あと3名ですね。ありがとうございます。いや、ドキドキするな。あと3名か。まあ過激だからね小島グランプリはね。うん、ちょっと不潔感があるんだよな。あと清潔感が薄い。ていうか俺思うんだけど、小島グランプリさんはガチの話するとあの人芸人に行ってたらよかったと思うよ。プロに評価されるタイプだと思う。取り巻きがいてだ、ね、構成作家とかいたら伸びるんじゃないかなとか思うけど、なんで芸人行かなかったんだろう。アメリカザリガニの平井さんの配信で名前を売ってほしい。うん、どうなんだろうな。閲覧あるの？あの企画って。
アメリカザリガニの平井さんで。ああ、ありがとうございます。目標達成しました。ありがとう、1000人行けました。ありがとうございます。ありがとう、みんな1000人になりましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。おお、じゃあ機能使ってみましょうか。スーパーチャットを使って設定します。スーパーチャット、おお、できるようになった。有効にする。スーパーチャット有効にしました。花火ありがとう。スーパーチャット、おお、すごい、ありがとう。花火ありがとう。ソスさん花火ありがとうございます。ちょっと設定しますね。おお、いや嬉しいな。うわ、3年越しの目標が叶った。ありがとうございます。花火ありがとう。アイテムありがとう。なすびさんも花火ありがとう。スーパーチャット使えますね。うわ、嬉しいな。うわー、ついに目標、ありがとう。うおー、すげえ嬉しい。あ、できるようになった。ん、あれあれ、あ、パフェありがとう。あれ、機能解放されないな。誰だよ、チャンネル登録外したバカよ。バカ、今登録審査かけてたら外されちゃったじゃねえかよ。バカすぎるだろ。はい、スーパーチャットが外されました。チャンネル登録抜けたバカがいるんで。お約束ですね。今申請ボタンよし登録ってやった瞬間に利用不可って出て、えっと思って確認したらダメになってた。なんでそうやって意地悪すんの。なんで意地悪すんの。ちょっと、もう子供じゃないんだから。子供じゃないんだから。あ、1000人になった。よし、申請する。おい、おめでとう。1000人いったよ。おめでとう、みんな。ありがとう。みんな夢叶ったよ。よし。よし。登録するぞ。ありがとう、みんな。登録します。申請登録します。ありがとう。よし、やってみよう。よし、じゃあ、今、審査かけますね。はい。審査かけます。よし、やってみよう。どんな感じになるんだろうね。ちょっとやってみるね。ありがとう。この機能はどこだ。あったあった。じゃあ登録します。お、使えるようになった。お、なったか。あ、なりました。ありがとうございます。じゃあ今度有料コンテンツやり、え、お前誰だよ抜けたやつよ。ちょっと、お前ほんとふざけんなっつーの。めんどくせんだって。誰だよ二人抜けたやつよ。ちょ、ほんとにめんどくさいから、ちょっと、そういう遊びやめて。ちょっと、今度は、有料チャンネルやりたいから、ちょっと、いいから、あと二人。誰だよ入ったり抜けたりしてんの。いいから。あ、1000人行きました、1000人行きました。ありがとうございます。じゃあ今度有料チャンネル開放します。ありがとう、1000人達成しました。ありがとう、みんな。ありがとう、1000人達成しました。じゃあね、チャンネル開放します。いきます。有効にすると。有効にします。お、じゃあ、氏名を書こう。ありがとう、花火ありがとう。そそ、花火ありがとう。頑張ります。夢が叶ったよ。よいしょ。おい、ありがとう。一回抜けたんかい。大花火ありがとう。みんすけさんありがとう。ありがとう、みんな。おめでとう。ありがとう、みんな。うわ、嬉しいな。うわ、めちゃめちゃ嬉しいな、マジで。
さあ、行きまーす。よいしょ。あ、できるようになった。あ、なった。なったわ。お、なった。え？お、なったわ。なった、なった。お、できた、できた。スーパーチャット、できるようになりました。うわ、嬉しいわ。なった、ついに。まず俺が解放された機能は、アップロード、動画のアップロード、動画エディター、収益受け取り、ライブストリーミング。今生放送もできるでしょ？うわ、嬉しい。で、生放送ができて、ストリーミングの埋め込み、時間制限15分以上の動画アップロードもできる。限定公開と非公開もできる。カスタムサムネイルもできる。で、ここですよ、皆さん。ここです。行くよ、みんな。はい。有料コンテンツと、有料コンテンツ、スーパーチャット、有効になりました。なった、この二つが。ついに機能制限全部解放されました。これで僕、YouTuber ですよ。有料コンテンツが使えるようになったのと、要は動画販売できるようになったのと、スーパーチャットが使えるようになりました。ありがとう、みんな。うわー、でけえ。あー。でかいわ、これ。でかい。三度目の正直だったね。ありがとう、みんな。千人の方、応援してくれて。ですね、今後は、ふわっちのタイムシフトは残さずに、全部 YouTube の方で、過去の動画見れるように設定しますので、今後とも和道の活動よろしくお願いします。生放送は、価値観を上げていくために、タイムシフト残さずやっていきます。ありがとう、桃井あじさん。タンクトップありがとう。ありがとう。みんなありがとう。いや、嬉しいわ。じゃあ、だってさ、例えばさ、ね、YouTube ライブでも放送ができるようになる、ふわっちでも放送ができるようになるって、これって、ふわっちにとって悪いことじゃないんですよ。なんでかっていうと、YouTube は YouTube のお客さんがいるわけじゃん。ふわっちにはふわっちのお客さんがいるわけじゃん。YouTube の方がマーケットがでかいんですよ。だから YouTube で有名になればなるほど、ふわっちの方にも人引っ張れるようになるし、そのふわっちに貢献できるんですよ。これでかいと思います。丸さん、バーガーありがとう。アイテムいつもありがとう。ねえ、いやー、ありがとう。で、ね、YouTube で生放送やらない人が多いのは、これが結構ハードルになってたの。みんなやりたがってるんだけど、投げ銭使えないんだっていうことでやってないんだけど、これでね、7割だよ。7割もらえるわけだから、スーパーチャット。結構でかいですよね。うん。ありがたいですね。アカウント5個入った。ありがとう、ドクザ名人さん。ありがとうございます。今後とも応援よろしくお願いします。祝チャンネル登録1000人。動画を作らないとね。あざーす。うわー、なんか今月行くと思わなかったからびっくりしたわ。嬉しいわ。そう、1000人って結構難しいんだよ。生放送でも1000人の壁ってあるんですよ。スーパーチャットっていうのは花火みたいなもんで、スーパーチャットの違いっていうのは、アイテムが表示されるわけじゃないんですよ。もうクレジットカードを切ってコメントに色がつくんですけど、で、花火みたいに上の方にずっと表示されるの。長時間。で、スーパーチャットのすごいところは、1円から5万円まで。1日5万円がマックスなんですね、1人。で、その、好きな金額を振り込めるの。振り込めるっていうか、その、広告を打てるんですよ。で、その7割が僕のところに入る。運営、本当は 100% 入るはずだったんだけど、法律のその、消費税とか贈与税とかの関係で3割の方が税金対策になるって判断を Google がして、本当は 100% ってずっと歌ってたんだけど、日本の法律の関係で7割になっちゃったんですよ。そう、営利でやるんなら正しくその営利でやるため、その法律の調整で何回もずれてたのね。で、簡単に言うと僕に7割入ります。で、すごいのが、この機能がすごいのが、何がすごいかっていうと、例えば5万円一撃で放送、コメント打つじゃないですか。
僕がやってる放送5時間ぐらいずっと上に表示されるの。ワドをハゲ死ね、お前のことが大嫌いだ、金を返せとかが5時間ずっと表示されるの。やばくない？だから例えばヒカキンとかがスーパーチャットっていうか、その YouTube ライブで生放送やったらとんでもない数が出るじゃん。それでそのワドを死ねとかが5時間とかずっと乗るんだよ。そのとんでもない広告効果があるじゃん。だからそのちゃんとその広告として機能するようにできてるのがスーパーチャット。100円からか、100円から5万円らしいです。ちょっと今調べてみますね。スーパーチャットの支払い方法。スーパーチャット。そう、みんな勝つっていう。ちょっと待ってね。スーパーチャットの使い方、購入方法。で、返金は不可ですね。まあ、それはそうだけど。スーパーチャットは、200円未満の場合は、青く色が表示されて、500円未満だと水色、1000円未満だと緑とか、で赤以上だと、じゃあ5万円以上振り込むと赤色を350文字5時間ずっと表示されるんだって。すげえな。で筋トレをしてる人のやつとかもすごいらしいよね。でスーパーチャットをやると、スーパーチャットをやるとこういう風に表示されるんだって。スーパーチャットってやるとこうやって200円ってこういう感じでずっと表示されるの。みんなの携帯画面のところにこうやって目立つよね。で200円支払いますみたいな。だから生放送でも目立つコメントが打てるっていう機能ですね。ちょっと目立つな。そうで返金はできない。で日本人でもゲーマーで1回の放送で100万円とか20万円とか70万円とか、そういう25万とか10万とか、だから YouTuber が稼いでるみたいですよこれで。でスーパーチャットの購入方法がね載ってないな。ちょっと待って、支払いクレカ、ペイパル、デビットカード。あー、ペイパルってコンビニで買えるんだっけ。クレジットカード、まあ富裕層向けのサービスだね。うん。で俺はねこれともう一個の機能が使いたくて、実はその映画販売ができるようになったんですよ。だから僕の動画を、この動画は100円払ってください、この動画は1000円払ってくださいっていうことができるようになったんですよ。これも結構でかいっすね。うん、その動画クリエイターとして活動ができるんで、ちょっとお手洗い行ってきます。ちょっと敷居高いね。ワンダローいらっしゃい。YouTube の面白いところって敷居が高くなってるんですよ、どんどん。要はね、YouTuber になりたいっつって、小学生とかが再生数10で YouTuber の真似事やってるメントスコールとかの動画がいっぱいあるわけですよ。で、サーバーに負荷かかってるから、もう1000人以上登録がないと広告もつかなくなってるし、再生数がまず10万再生いかないと、広告が流れないとか、その、ちゃんと活動してる人にだけお金が行くようにやってるんで、プロとアマチュアの差ができ始めてるんですよ。YouTuber の中に。で、俺はこれはいいことだなと思ってんの。だから、その、例えばライブやってスーパーチャット使いたかったら、その、ね、ファンを1000人抱えなさいってことじゃん。ペイパルはコンビニで買えるんだ。
ていうかマチルダなんかサムネが表示されてないね今日。いや嬉しいな。 YouTube チャンネル登録1000人って結構ね、あの配信者の界隈ではあんま聞かないもんね。いやすげえ嬉しい。おい誰だよ抜けたやつ、誰だよ、入ってくれよ、誰だよ、またもういいからこのショートコント、まだやってんの、誰だよ、1000人入ってくれよ、誰だよチャンネル抜けたやつ、めんどくせえわ。1000人記念のツイッターに載せるから、1000人行きましたって報告をツイッターに載せるから、999ってキリが悪いから頼むって。ちょっと1000人誰か1人ぴったりのところでしっかりやれよ本当に。なんでもう1人減ってんだよ、余計キリ悪くなってるって。998人になってるからいいから、だからもうめんどいから、そのちょっとツイッターでそのありがとうみたいなのやるから。なんでまた減ってんだよ、997人になってるから、なんで減るんだよ。フリじゃないから、減っても面白くなんないから、写メを撮るから、ちょっといいから、そういうのもう誰だよじゃなくて、でみんなね申し訳ないんだけど、これもう一回1000人登録できたらもう996人めんどくせえわ。あのねみんな残念ながら一回登録審査通っちゃったから、もう俺スーパーチャット使えるから1000人以下になっても。違うの違うの、もうこのゲームはさっきので終わったの、さっきでコントは終わったの、さっき終わったの、もうスーパーチャットは俺使えちゃうから、一回1000人で審査通っちゃったら使えるのよ。だから意味ないから、ちょっと YouTube ありがとうございますと写真撮らせてよ、 Twitter に報告する。だからこのネタいいから、ちょっとチャンネル登録して、もう審査通ったのはさっき見せたでしょ、だからもう使えんの、俺は使えるの、そう1000人一回もう達成したら使えるの、使える使える、だから意味ないの、このコント意味ないの。そうじゃなくて俺はツイッターに皆さんありがとうございますって言いたいから、もういいやめんどくせえわ、もういいやいいや、もうファンにツイッターにいいやめんどくさいめんどくせえ、うん美味しくねえよ、うん、1000人以下になっても使える、残念でした、使えます、うん使えます。だから大丈夫ですよ。まあみんなありがとうね本当に。そうさっきは申請前に抜けられたからアウトだったの。そうよし許可ボタン押した瞬間に2人減ったからアウトだっただけよ。そういうこと。そういうこと。そういうことです。もう審査は通っちゃったから大丈夫。どんどん減ってるな。まあいいや。まあいいや。おーおー姉ちゃん、石野が一発やらせろって言ってたよ。大花火ありがとう。姉ちゃん全然来なかったね。大花火ありがとう。姉ちゃん石野大変だよ、またホームレスになっちゃったよ。で石野が姉ちゃんのおっぱい揉みたいっつってたよ元気だった？偶然だね。石野今ホームレスに戻っちゃったんだよ。ありがとう大花火、頑張ります。久々だな、3ヶ月ぶりぐらい。 iPhone8 じゃなくて iPhoneX でしょ。 iPhoneX って名前になったよ多分。ありがとうございます。いやさっきスクショ撮っとけばよかったな、めんどくせえなこいつら。さっきスクショ1000人の時に撮っとくべきだったわ。なんでこんなひねくれてるんだろう。なんか俺のこと応援したいのか何したいのか全然わかんねえよもう。1000
1000人の中にひねくれてる 5,6 人いるから、性格が歪んでる 5,6 人が、うん、全然見てなかったでしょ。まず事の経緯を話すと、家賃よこせよ、払えねえんだよ、俺と喋りたかったら花火をよこせっていうのを2ヶ月やってたんですよ。でちょっと人気出て10万ぐらい稼いでたんですけど、ついにリスナー 200〜300人のアンジュを作って、払えねえっすわ、ワドさん、浅井さんの世話になりますわって言って浅井さんの家に引っ越したんですよ。それが9月の、1日です。浅井さんよろしくお願いしますって言って、で石野はビールを毎日飲み続けて、金をよこせ、俺様だぞ、なんで花火をよこさねえやつのコメント拾うんだよ、かっこいいかかっこ悪いかなんだよっていうことをやり続け、ついに浅井さんがぶち切れて、9月の4日に出て行ってくださいって言って出て行きました。で、石野くんはホームレスになりましたと。OK ですか？ここまで。OK ですね。で、放送しなくなりました。で、僕は心配だったんで、昨日ここに招いて昼ご飯をおごって、ここでビールをおごったんですよ。その時に、ベロンベロンに酔っ払って4時間石野と喋ったら、ワドさん、辰野屋行きましょうよ。いや、お前飯食ったじゃん、俺金出したよね、ビールも俺金出したよねっつって、辰野屋俺のおごりだろっつったら、いいじゃないですか、辰野屋食いてっす、辰野屋行きましょうよっつって、もういいわお前帰ってっつったら、あもう死ぬわ、俺死にますわ、もう生きてる資格ねえわっつって、もう総武線か埼京線に飛び込みますわって言って昨日出てったんですよ。だから石野はもう死にました。石野はこの世にいません。残念ですが。さっき電話したんですけど、繋がらなかったんですね。なので、多分、今頃どっかの路線でバラバラになってます。もう一回電話してみっか。残念だなぁ。石野好きだったのに。ゆりかもめに飛び込んだの。石野康介、無職、30歳、住所不定。アーメンですよ。で、その4時間話した中で、姉ちゃんのおっぱいも見たいっつってたの。うん、電話出ないから死んだな、これ。マジで死んだのか、あいつ。死んだのかな。電話繋がんないもんね。もしもし。え、生きてんの？お前誰だ？誰だよ。いやいや、お前誰だ、おかしいでしょ。石野を出せ。俺は石野と話がしたいんだよ。あ、僕石野です。あれ、なんで生きてんの？いや、ちょっと予定がちょっと変わった動い。あ、ごめんなさい。ちょっと待ってください。え、浅井さんの家にいんの？そうなんすよね。は？どういうこと？全然。いや、俺もちょっとよく、いや、なんか俺寝てたら。おう、浅井さんに起こされて。ほう。え？浅井さんに起こされて？浅井さんに起こされて。うん、あ、ごめんなさい。で、ちょっと待ってください。あ、ちょっと待ってくださいね。はいはい。なんで浅井さんの声聞こえるんだ？死んだんじゃないの？え、なんすかなんすか？うん、大丈夫大丈夫。まあ、ちょっとそこは、まあね、ちょっと予定の方。ごめんなさいね、俺ちょっと昨日俺結構酔っ払ってて、俺最後の方あんま覚えてないんですよ、俺。いや、覚えてないなら言うけど、お前は立つ。はい、いや、なんか東武線に産んだかがんだかとか言ってたのは覚えてるんですけど。うん。生きてたのか。そうなんですね。まあちょっと予定が変わったというか。ほうほうほう、生きることにしたんだ。そう、まあとりあえずですね。で、なんか浅井さんが、そうですね、だから、つって、なんかうちにご飯食べに来ませんかとかつって言ってくれて。ほう。お、今ちょっとカレーを作っていただいてます。ちょっと、浅井さんに代わって。浅井さんに代わって。浅井さん。あ、了解。浅井さん、ちょっと、浅井さん、和藤さん。なんかちょっと喋りたいみたいな。このまま喋ってない。どうしもしもし。あ、和藤です。浅井さん、どうも。どうも。うん。はい。いや、ありがとうね、石野にご飯食べさせてくれて。なんでいや、だってほら、石野と喧嘩したと思ってたから、済ませてあげんの、これから。ご飯食べさせるってあげ、ありがとうね、浅井さん。いいえ、喧嘩しないんじゃないかと思うけど、なんでもないですよ。あ、そうなんだ。え、何、浅井さんの家に住むの、はい、石野は。え？それは、住みはしないんだ。
いや、一応、昼間仕事に来るっていうことに、なりますんで、それでよろしくお願いします。あ、そうなんだ。わかったわかった。浅井さん、ありがとう。また遊びに来てね。はい、そうなるよ。はい。うん、ははーい。い。では、はい。はい、よろしくどうぞ。およろ疲れし様く。です。すいません。もしもし。もしもし。あ、そうだったんだ。よかったよかった。いや、もう俺は死んだと思ってたから、朝連絡つかなかったから。あ、そうなんですね。ちょっと、そこはちょっと予定が変わったって感じですね。あ、なんすいかません。総武はい。線か埼京線どっちかなって言ってたら、リスナーさんがゆりかもめですって言ってたよ。ゆりかもめに飛び込んだって。それはじゃあ、ちょっと僕じゃないですね。あ、別の僕じ人ゃ、物。別の人だっはい。たんだ。ありのかな。ありのか、まあ、ちょっとわかんないですけど、オッケはい。ー、オッケー、オッケー。またじゃあ、暇な時遊ぼうよ。あ、ありがとうございます。うん、じゃあお疲れ。はい、すいません。お疲れ様です。失礼します。はい。生きてたわ。浅井さん優しいな。気違いのクソババ、知恵遅れのクソババって言った人に対してカレーごちそうになれる石野もすげえけど 知恵遅れのクソババぶっ殺すぞって言ってたのにね。なんで放送しないんだよな。あんだけ喧嘩してたんだよ。知恵遅れのクソババぶっ殺すぞ、この野郎。どけーっつってたんだよ。で、出てってください、出てってください、警察呼びますって言って、で、死ぬわって言って、もう死ぬわって言って、いや、今、浅井さんにカレー作ってもらってます。破天荒すぎるでしょ、こいつら。どんだけ破天荒な生き方だよね。面白いよね。しかもそれを全部配信外でやるっていう。すごいよな。いや、人間力だよね、浅井さんも石野もね。すげえな、なんかファンタジーだよね。優しいよね、解放ね。浅井さんに合ってるもんね、解放はね。いや、運営さんにね、仲直りしたんで、挽回状。っていうかね、石野もったいないんだよ。ちゃんと謝ったら、運営さん、配慮してくれるのに、1ヶ月半ごめんなさいって、もう二度とやらないんで、1週間半にしてくださいとかやれば、運営さん対応してくれるのにさ。人生いろいろだな、本当に。ねえ、すごいよね。なんか、暴言について聞かれて、いろいろ、いつもいろんな人から暴言言われてるから、わかんない、覚えてないってこと。浅井さん？あ、石野の暴言どう思う？って聞いたら、いつもいろんな人から暴言言われてるから、わからない、覚えてない。名言だな。浅井さんらしいわ。配信外、いや、石野は配信中も面白いけど、石野は誰かとコラボした方が面白いタイプだね。毒が強いから、毒が中和されないといけないキャラクターの。なんか浅井さん、いや、浅井さんはね、昔からそういう人。浅井さんよく友達と喧嘩してるもん。大喧嘩してるもんね。昔のさ、カラオケでさ、覚えてる？昔カラオケでさ、金よこせよって言ってめちゃめちゃ怒られてたの覚えてる？カラオケパーティーで。俺、キョトーンだったもんね。そう。結構いろんな人と喧嘩してる。大喧嘩してる。ただ、浅井さん聞かないんだよね。防御力がめちゃめちゃ高いから、はぐれメタルみたいなもんだから、ダメージが全然ない。いやー、面白いわ。いや、一種のね、運営さんから挽回処されるといいんだけどね。あんな逸材はもったいないよ。すげえよなー。配信外で面白いのは小島グランプリとワン太郎だよ。圧倒的に面白いのは。いや、よかったよかった。なんかちょっとほっこりしたわ。バーンはね、昨日ちょっと大人な、狙ってやったわけじゃないんですけど、ちょっと、エッチな画像が、エッチな画像というか、エッチな映像が流れてしまいまして、バンになりました。 ちょっと大人な、アダルティーな枠だったんで、普通に雑談してたら、彼女のおっぱいがポロリしちゃったんですよ。
あの、ここの隙間あるでしょ。ここの隙間で彼女のおっぱいがポロリしちゃってバンになっちゃいました。ラッキーだね。のんちゃんのおっぱい見れた人はラッキーでしたね。のんちゃんのサービス精神だからねえ、のんちゃん、ごめんなさい石野のバンはだから浅井さんに対して、浅井さんに対して、あ、知恵遅れのクソババぶっ殺すわっつって出て行ってください、出て行ってくださいっていうのを放送中に言う、てめえババアこの野郎っつって、何が出ていけだよこの野郎っつって荷造りしてる時に浅井さんにも暴言吐きまくってバンです。なかなかないよね、暴言吐きまくってバンっていう。そう、それが石野のバン1ヶ月版。いや、どうなったんだろう、知らないそれはね、ミュウツーの枠で聞いてください。なんで後ろか、じゃあ、のんちゃんが、あの、ここ隠れてると思って、着替えちゃったの。普通にパジャマに着替えて、おっぱいボローンって出ちゃったの。酔っ払ってない、酔っ払ってない。な、ブチギレ。本当にブチギレ。多分、動画で出てくるよ。動画で出てくる。YouTube で出てくるっていうか、うん。YouTube で出てきますね。あ、でもね、タイトルがちょっと難しいから、ちょっと待ってね。ちょっと待って。タイトルがちょっと難しいから、だから YouTube チャンネル登録しとくのがいいんだけど、ちょっと待って、今、出してあげる。石野と浅井さんが大喧嘩。これかな？これかな？ちょっと待って。これじゃないな。もう配信が多すぎてどれがどれだか分かんねえわ。ちょっと待って、浅井さんと石野が大喧嘩。え、どれだ、ちょっと待ってね、動画が見当たらない。まあでも、まあ今話した通りっすけどね。おはようございます。おはよう浅井さん。あ、ごめんね夜中に。あ、これだこれだ、あったあった。言うと僕が悪くなるんですか。これ。姉ちゃんこの動画。姉ちゃんこれ。これね。うん。多分ね、検索しても出てこない。このタイトルだと。SEO 対策されてないから。あ、いいよいいよ。探せない探せない。探せない、無理。この URL 踏まないと無理。だから踏んでおいてブックマークしておきな。これがそう問題の動画。ゴミ袋はよこせ、持ってこいよ。だからそれじゃいらんねんだよ。袋持ってこい、袋。まあ大荒れですね。運べ早く。だってさ、これさ、これ4日前ですよ。4日前この知恵遅れのクソババアって言ってこんだけ喧嘩してんのに、なんでカレー食いに行けるのかもわかんないし、なんでカレー食べに来ませんかっていう、なんだろうね全然わかんないよね。あー、マジでリュウさん、もしよかったら欲しいっすね。ちょうどチャンネル登録1000人。あー、マジっすか、キャプチャーしてくれてたの。いや、ありがたいっす。うん、それいただけると嬉しいっすね。いや、親子喧嘩の域だよね逆にもう仲いいんじゃねえかっていうね。仲良しすぎて喧嘩でしょこれもう二度、もう無理だと思ったもん俺。関係修復はもう絶対ないと思ってたから、あ、もう終わったわって、浅井さんと石野の関係は終わったわって思った、うん、あ、開いたまま、あー、もしよかったらキャプチャーぜひぜひ欲しいです。ありがとうございます。更新しないでそのまま送ってください。ありがとう。いや、ありがたいっすね、うん、ありがたいっす。あー、笑うよな。いや、人生いろいろだな。なんであんな、あんなねえ喧嘩したと。でも仲いいのが一番いいよね。
ああ、仲いいのが一番いい。よかった。もう浅井さんとの関係も、ね、石野との関係も俺大事だから、もう浅井さんと付き合いできねえわと思ってたけど、よかったよかった。これで普通に浅井さんと気持ちよく、普通に付き合いできるわ。いや、相性がいいのか悪いのかもうここまで来るとわかんないよね。もうだって、なんつうの？普通の人じゃないから、石野も浅井さんももう。天才だから。天才と天才、強力な個性と強力な個性がぶつかり合ってるわけだから。でもまあ、ドラマが生まれるからね、番は避けるようにした方がいいと思うけど、見てる方は楽しいよね。なんかほっこりするよね。みのりさん、こんにちは。なんかサムネが表示されないね、マチルダとみのりさんが。これ何なんだろう。バグかな？バグかな？いや、天才同士で天才ってうまいね、本当に。そうだね。うん、多分ね、なんか太陽フレア爆発みたいなのが起こって、なんか、電磁波とかに影響が出てるらしいから、多分それで浅井さんと一緒がなんか変になっちゃってたんだろうね。バグだね。フフマンおはよう。いいっすね。ギターの弦買いに行こうかな。おい、ありがとう、クサカスカウス。あ、サムネバグ出てんだ。新しいギター欲しいな。あ、そうなんだ。大ちゃん、ありがとう、教えてくれて。ね、このギターってどう思う？このギターさ、チューニング狂いすぎだよね。いくらなんでも。似合うかな？似合う？みんな、このギター俺。すげえ小さい。子供用ギターみたいな感じなの。すっごい小さいでしょ。すごい小さいでしょ。こうやって見るとすごい小さいの分かるでしょ。なんかもうおもちゃギターだからさ、エピフォンのさ、レスポールなんだけど、ちょっと変えようかなと思ってて。うん、ストラップっていうか、もうボディも小さいし、ネックもすごい短いの。もうほんと子供用みたいな。ストラップはね、俺ね、上の方で弾くのが好きなの。なんか、普通この辺で弾くんだけど、こうやって弾くんだけど、すげえ上の方で弾く、なんか、ブルースみたいな弾き方の人が好きなんだよね。小さいよね。そうそう、サンボマスターとかそうだね。そうそうそう。うーん、でもチューニングがすげえ来るんだよな、こいつ。弦だけ変えようかな。ギターも買おうかなとか思ったんだけど。挽回状ありがとう。バガーありがとう。バガーありがとう。あ、ピックどっか行った。あれ、ピックが。あれ、ピックがどっか行った。行った。でもさ、この辺のさ、低い位置で弾くよ人よりも上の方で弾く方がなんか可愛くない？フレット数って少ないの？いや、だからね、指、このフレットの間隔が短いっていうか、そう、狭いって感じ。それでね、指を押さえるのが難しい。女の人とか弾きやすいと思う、これ。ずれるんだよな。
ボール欲しいな、新しい。やっぱでも立って弾いた方が気持ちいいね、ギターは。閲覧減るよ。だって昨日なんか歌ってるだけで閲覧150人減ったからね。なんかすげえ歌ってパワーあるなと思うよね。歌ってパワーすげえなみたいな。ラブ&ピースよ。ラブ&ピース。そう。ギターなんか聴きたくねえっつって。ねえ、ちっこいでしょ。すごい小さいんだよ。うん、ありがとう初見さん。レスポールかっこいいよね。荻窪まで新宿から歩いてきた和田さんの配信を思い出しちゃった。あ、荻窪から新宿まで歩いたの。結構遠かったでしょ。小さいギターいいんだよね。そう、かわいいんだよ、すげえ。ほんとなんか、え、何が、いや合わないよ俺だってさ、こんな小さいんだよ、こんな小さいんだよ。え、じゃ聞こえないって。え、のんちゃんやっつけていい？ミュウツーをやっつける、うん、いや任せるけど戦うの？戦う。おんおん、分かった。棒でぶん殴ってくる。いやそれ犯罪だから。のんちゃん捕まらないでよ。うん、棒でぶん殴るっつ棒でぶん殴るってすげえ。それもう勘弁してよ。もうのんちゃん着替えるんだったらあれだよ、後ろ行ってよ。はい、うんうん。いや、のんちゃんもう昨日、もうここ1週間ぐらいずっと馬にイラ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 してたからね。もうプル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 震えてんの。あの、武者震いみたいになってんだよ。遠かったけど、和田さんに比べたらかなり、あのね、後半になればなるほどきつくなりますね、歩き配信は。未だにだって皮ずるむけで、なんかね、プラスチックみたいなもん、足の皮が。あの、硬くなってて。あー、ゾウさんはもっと小さい。ゾウさんと、普通のギターの中間ぐらいの大きさのね。あ、でもゾウさんこんなもんかな。ゾウさんがもうちょい小さいぐらい。ゾウさんもこんな、これより小さいかな。でもゾウさん、何？びっくりした。ガムテープ？ガムテープ？何すんの？え、何何何？何？ガムテープが欲しい。いや、ガムテープ何に使うの？ここに壁をつける。いや、だから、え、ちょっと来て。何？え、何すんの？ガムテープをどうすんの？ここにこうやってこの木の棒あるね。これ杖だよね。そうだよ。この木の杖に、この木の杖に画鋲をつけて、うん、でここに、ガムテープをつけるの、うん、でどうすんのこれで。どうすって。だそれ犯罪だよ、のんちゃん。だってお前でさ、うん、何、包丁はダメだって言った。包丁で刺したらのんちゃん殺人罪で捕まっちゃうもん。じゃあのんちゃんね、昨日の一昨日の夜だっけ、一昨日の夜、もう頭、ミュウツーぶっ殺すって言って警察に殺害予告したのよ。なんて言ったのかちょっと説明して、警察に何を言ったのか。リスナーさん分かってないから。おまわりさんに、うん、俺が寝てる時だよね。うん、何、ちょっと喋って。あ、だからおまわりさんに、うん、うん、のんちゃんはこれから人を殺すので、うん、誰を殺すの、うん、ミュウツーを。ダメだよ、殺したら、うん、で、説明したのね、警察官に。うん、だから捕まえてくださいって、うん、のんちゃんを。そうで、でもまだそれはやってないからダメですって言われて、うん、じゃあ殺害予告しますって言ってそしたらそれは、うん、お前でさんに殺害予告したんだよねって言って言われて、うん、それは殺害予告にはならないからダメですって言われた、うん、なるほど。でこの杖に画鋲をつけて、これどうすんの？ガムテープ取って。ガムテープそこにあるから。包丁で刺すのは、うん、包丁で刺したら殺人ですよ。ダメですっ
って言われて、うん、これガムテープあるけどどうすんのこれを、うん、それでのんちゃんがね激ヘラメンヘラモードになっちゃった。お懐かしいだろのんちゃんと付き合いたての頃懐かしいだろお前ら。真ん中真ん中思い出すな、のんちゃん出会った頃のあの衝撃でこうやってやんの、うん、ここにこれつけんの、うん、これだって針ついちゃったよ。包丁で刺しちゃダメだって言われた。うん。でもこれでミュウツーのこと刺すの。そう。それでも多分捕まるよのんちゃん。でもいいですって言ったののんちゃんはおまわりさんに。何がいいの？捕まって、うん、どうしたいのって聞かれたから、うん、のんちゃんは刑務所に行きたいですって言ったの。俺が困るじゃん。なんで勝手に俺が寝てるとき何時間ぐらい話したの警察と。1時間ぐらい配信外で生活安全課の、うんうん、また生活安全課そうおまわりさんで、うん、でももうブラックリスト入るよそろそろ。ヒカルくんとうなちゃんマンとのりこはそろそろブラックリストだよ生活安全課。そしたら、うん、なんかもうおまわりさん忙しいから、うんお話聞いてくれないって言ってあの歌舞伎町の北側で事件があるからこっちに行かなきゃいけないっていう言うの。のんちゃん捕まるよ本当にそれ。その話はダメだって、うん、分かったわ、うん、いや北斗そうだよ和道の放送はリアル北斗の件だから、うん、え、うんうん、新宿区西新宿5丁目 19-7 です。国民フェスガーデンの101です。
人参投げたよね、はい、窓からね、はい、人参をこうやって人参投げよう、人参え？人参投げよ、人参、人参、人参投げないと開けてたぞ。そこ、いや、そこ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 手が届かない。何やってんの？いや、話があって。誰と？え、ワード。なんで？なんで話があるから。政治権ってどうやって。ちょっとさ、画面切り替えてしまう。何画面切り替え、そちらです。何やってんの？なんで？何やってるか、どっちを人参投げられる。危な、人参投げられるの。危ねえ危ねえ危ねえ、人参怖い、これ人参怖い、人参投げんの危ねえな、うん、なんだよ、しょうもないこと。カメラ映したくないもん、あいつ、うん、包丁投げられるから。違う、こっちを映してるか、向こうを映してる。しょうもないことすんの。え、どういうこと。自撮りしてるか、え、自撮りしてるのか、こっちを映してるのか。何相談してんだよ、何が自撮りだよ。あ、おめえ言ってんだろ、ワード。人は映さない、それを実行してんだよ。キャラ的にダメ。いや、投げつけられる絶対痛いじゃん、だって。さあ、でも投げつけられたら、あ、いいよ。障害罪、障害罪、障害罪。障害罪。あ、いいよ、いいよ。のんちゃん、のんちゃん、いいよ。のんちゃん、のんちゃん、のんちゃん、こっち来て。逆に投げられようかな。帰れー帰れー発表しとる。帰れー犯罪者は帰れー帰るんだー帰れーどうもー帰れー犯罪者は我が家から帰れー。あ、そういうこと。通報してほしいから。犯罪者あっちじゃん。マジでやっていい。めっちゃ叫んでんだけど。なんこんな全然違いなの。リアルだって。あ、車来た。リアルだって。こんな違い。いやいや。そうなの。やりたい。よくこんなやつもディスナーなるな、お前。逃げた逃げた。めっちゃ違い。警察に通報してほしいから、わざと叫んだんだと思って。今そこ通ったおじいちゃんってガン見しとった。今そこ通ったおじいちゃんガン見しとった。別に呼ばれてもいいけど、何も犯罪してないし、前科もないし、前科3班そっちやんけ。いや、熱くなってない、熱くなってない。うん、僕はめちゃくちゃ呆れてる。てか楽しんでる。ほら、あ、人参だ。ほら、あ、なんでわざと切ってくれたの。これ使いかけだから。あ、そうだ、食べろ。食べろって入った瞬間に俺不法侵入になるんだよ。そこでも同じだよ。いや、そこでも、いや、同じじゃねえだろ。ここにどこが不法侵入だよ。じゃあ投げてやるから。あ、はい、それ。あ、じゃあ投げてください、はい、人参投げてください、うん、届かないかもしんないか、もうちょっと。知らねえ、ちょ、危ない危ない、山と。あ、すいません、うん、あ、ごめんなさい。えい、人参投げられた。早く食べ。いや、食べねえけど。人参投げられたもん。あ、なんか 黒くなってるわ。うん、
のんちゃんお茶入れて。全然当たる感じ。のんちゃんお茶入れて。台本じゃないし。不法投棄、あ、本当は不法投棄や。あ、てか俺舐めてしまった。俺が不法投棄なのこれ。めんどくさ。これ人参俺受け取らんといけんの？俺これ捨てちゃダメなの？不法投棄なの俺これ。これその辺こいつだ。俺が不法投棄なの。めんどくせえな。法律で。人参持っとくわ。人参もらっとくわ。風船10個ありがとう。人参は何で生きてんだよ。それ刺したら犯罪だから。盗んでねえだろ。それ刺したら犯罪だから。警察来た。こんにちは。110番された方ではない。中の人です。あ、中の人。中の人あの人です。あの人なんですか。俺が通報された人。あの人がピンポンピンポンしてるんですよ。あの人、お姉さんなんで今日ここに来たんですか。いや、ここの方にお話し合って。何の話しますか。いや、彼ネット配信していて、はいはい、僕もしてるんですけど、はいはい、その中でちょっと言いたいことがあったから。いざこざがあったの、まあ、いざこざというか、まあ、そんな感じですよね。それは面と会って話したいんですか。面と会って話したいですね、うん、で、僕、今日富山県から来たんですよ。富山県から。富山県から来て、さっき1回チャイムをさせていただいて、はい、で、出てこないなと思って、そこから1分以上経ってからもう1回押したんですよ、うん、それだけのことなんですけど。ちょっと入ってもいいですか、はい、まあ、要は、はい、お姉さんが通報者さん、ね、あ、お名前分かるものちょっと見せてもらってもよろしいですか。より会って話すことはできないですか。まあまあそうですよね、うん、まあ、それならそれでいいんじゃないですか。通報されるのはないんですよ。最後に2回押しただけですよ。むしろ俺今人参投げつけられたんだけど。あ、そうなんですか。お兄さんもお名前分かるものをお持ちですか。ちょっと見せてもらってもよろしいですか。あ、じゃあちょっと待って、ミュートにします。ミュートにします。あ、でもちょっとあっちに名前バレるからやん。あ、じゃあ聞こえないところで。ミュートにします。あ、じゃあ聞こえないとこ行く。人気なの作られた。昨日は選挙。誹謗中傷されたり、はい、そういうことされてて、はい、で、なんか今日来てやるからなって言われて、はい、それで昨日相談したんですけど、はい、その時なんて言われたんですか。その時は、はい、なんか家にいるか、はい、警察に呼んでくださいって言われて。その方なんて方だったんですかね。知らなかったです。乗車屋さんのお名前平沼。仕事はしてない。はい。なんか最初はなんか、はい、法務局とかいろいろインターネットで相談してて、はい、でもなんか全然返事返ってこなくて、はい、新宿署にお電話したのはいつ。したのが昨日の夜。はい、昨日。あ、昨日の夜。昨日っていうか、うん、昨日ですね。昨日、今日の夜ってことですかね。おとついっていうか、なんか、はい、何時ぐらいだったんですかね。だいたい12時ぐらい。12時ぐらい。あの方がインターネットでしつこいことをしてくるんですけど、どうしたらいいですかっていうことをご相談されたら、新宿署の生活安全課の方が、その時は警察呼んでくださいと。明日来るって、はい、電話したんですよ、はい、明日あの人が家に来るって言って電話したんですよ、はいはい、あの方はお名前とかお分かりなんですか。分かんないんです。
名前わかんない。なんかそのネット配信のお名前。ネット配信のミュウツーっていう人です。ミュウツーっていうのはカタカナ。ひらがな。ひらがな。ツーも。ツーもひらがな。な、何の配信？ニコニコ動画とかですか？今何時ぐらいに来られたんですか？今は、はい、調整する前の5分ぐらい前 に来たんですか？で、チャイム鳴らしてきたってことですよね。で、チャイム鳴らされて、誰かなと思ってみたらってことですか？あ、相談してたあの人が来たから、あの人はなんか顔出して配信してたから、はいはい、あ、じゃあ動画を見れば飽きてるっていうのが分かったってことですか、はい、動画見てたから、はい、なんかこうやって開けたら、はい、あのその人が来てたから分かったんですよ、はい、ああ、なるほど。あ、じゃあお姉さんもなんか配信か何かされてるってことですか？あ、私はしてないです。あ、そうなんですか。あの人が、平沼さんのことを知ってた、あれはネット上で、ネット上で、お疲れ様です、大川です。あ、大川です。はい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 、あ、わかりました。それ、あの、何ですかね。下山係長、どこで、防犯ですかね。あ、西安の下山係長。はい、すいません、失礼します。地域さんがかり大川と申します。のんちゃん、俺タバコ買ってくるわ。タバコ切れたからタバコ買ってくるわ。
なんか外で騒いでたわ。わー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 。タイマー、はい、ただいま。なんかわー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 騒いでたわ。はい、タイマー、お疲れ様です。のんちさん、ガムテープ、これ片して、うん、え？ピンで面白展開になったら絡んであげて。そうだね、まあまあ、まあ、いつも言ってるんだけど、そのファンの方とは会わないっていう風に僕決めてるんで、あのオフ会であったりとか、あのそういうね、あの場を設けてますので、ファンの方はね、あのオフ会に参加して、審査に合格した方のみ、あの会うことができますので、あの、ね、熱烈なファンの方らしいんですけど、ちょっとね、あのお会いすることギャランティーを払って、お仕事の依頼ね、1時間3万円であのお仕事の依頼お受けすることができますので、はい、うん、もしよかったらね、あの問い合わせてみてください。審査しますので、はい、うん、仕事のねご依頼で、あのもしよかったら連絡の方いただければいつでも検討しますので、はい、よろしくお願いします。ね、やっぱね、ファンの扱いは平等にしないといけないんで、はいはい、ファンの扱いは。熱烈のファン困っちゃいますね、本当に、うん、どうぞお引き取りください本当に、うん、ショーン・ホワイト知らない、なんだろう、警察行かせてないですよ、うん、行ってない行ってない。彼女ともうどれくらいですかね、のんちゃんと付き合ってどれくらいだろう、もう1年ぐらい経つかな、多分1年ぐらいだと思うよ、うん、うん、頑張ります、ありがとうございます。これがいいよね、運営さんからいただいたふわっちタオルですよ。あの金魚大会あったでしょ、金魚大会の時のやつ、うん、はい、こんにちは、うん、だからいつも言ってるけど、ファンの方と会うのはオフ会なんで、あのオフ会に応募してくださった方は会うことができますので、はい、うん、どうぞどうぞ。あ、全然全然、来た理由警察で話していただいて結構ですよ、全然、うん、全然結構ですよ、全然結構ですよ。僕はタオルいいよね、うん、ツートンカラー、うん、ガチタオルいいよね、うん、のんちゃん激おこだからねタオル可愛いでしょ、
バドさんに相談ばかりしてるからいつか直接気持ち伝えられたいな。あー、全然ドリンク、レッドブルとほうじ茶を飲んでます。あ、これ持ってる、ダイソーダイソーでしょ、うん、合ってないですよ。なんかでも外でわーわー騒いでたよ、なんか、うん、のんちゃんは今警察の人と対応するから外に出てったけど、うんうん、外に出ていきましたね。うん、あ、大丈夫だと思うよ、大丈夫だと思うよ、うん、ほうじ茶美味しいよね、うん、免許証のシールは剥がしてあるかどうかは分かんないもしかしたら35歳設定まだ続いてるかもしれない、うん、うん、家主のお前が行けよ。なんで俺がミュウツーと会わないといけないの。俺はことお断りをしてるからね。ギャランティーを抑えするお仕事の依頼か、もしくはオフ会などに応募してくださいっていう案内メールはもう散々送ってあるから。だって俺がミュウツーと会っても何のさ利益にもならないもん、うん、何の利益にもならないもん、うん、だってミュウツーと会って花火上がるか、上がんないでしょ、うん、警察への対応だよ。警察呼んだ俺じゃねえもん。はい、ワード2、亀尾さんいらっしゃい。知らない。何しに来たのかは彼に聞いてください。僕は彼に用はないです。みのりさんお疲れ様です。いらっしゃい。僕は彼ではないんで分かんないですね。彼に聞いてください、彼のことは。袋。わかんない、うん、まあまあ案内メールも送ってるよ、うん、はい、ワード2、巻き込み事故っていうか巻き込まれてるよね完全に。アイコンが表示されない人はプロフィール編集のところから画像設定すると出るようになるらしい。あ、そうなんだ、ありがとう、らしいです。委員長さんとかね、はるかさんとかマチルダとか出ないもんね。ゆっこさんも出てないね。お、着替えたの、うん、え、なに、おまわりさんが来るんだって後から。ん、おまわりさん来る、どこに、ん、そこの外に。あ、そうなんだ。応援が来るってこと？違う。なんかミュウツーが行かないって言ってるから。あ、そっから移動しないって言ってんの、うん、あ、だから応援が来るの。多分応援でしょ？なんかその場で話を聞くって言って。あー。応援呼ばれてるらしい。立ち往生していて、動かないって。俺の家の前で座り込みをしていて応援が来るんだ、うんうんうん、増員の報告だって、うん、応援が来ましたね今。さらに応援が、ミュウツーがもうこの人数じゃどうにもならないってことでしょ。騒いでたもんだ、さっきわー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 、そのマイク乗っかってるか知らないけど、なんかマイクスタンド持って警官とわー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 、うんうん、あ、誕生日に逮捕されるの、うん、どこまで突っ張るんだろうね、うん、いや人が増えるって応援でしょ、うん、ポリスマン。
警察署には行かないって言ったら、じゃあ僕らが行きますだったよ。ん、どういうこと、えなちゃん YouTube デビューのお祝いしに来たの。いや、ファンレターでいいですよ、ワン太郎。ファンレター、ファンレターで十分だよ。応援が来たの、応援が応援が来たの、応援が増援部隊、もしもし。おはようリス。あ、おはようございます。あのさ、はい、放送の邪魔する気ないんだけどさどうしたんですか。え、今何やってるんですか。え、今リスンの放送邪魔しないように潜って見てた。あ、潜って見てたんですか。え、トレーニング中ですか。じゃあこれからなんだけど、はい、ちょっと1行2行告知させてもらっていい。え、なんすか告知。告知？うん。ここで？今このタイミングで？いや、いいけど。すぐすぐ終わる。はい、どうぞ。あったさ、TJ と便所の、はい、池袋北口にあるバー、モグラとゴリラで一日店長やんだよ。あの、土曜日に。はあ、はあ、はい。それで、はい、まあ、明日。まあ、同率さん、皆さんにお願いするのはあれなんだけど、まあ、もし池袋近いよとかね、ちょっと帰る前に一杯だけ飲みたいと、はい、ちょっと旅団としてふざけんなどれと言いたい方いらっしゃったらぜひお運びくださいっていうね。え、何時ですか明日の。夜9時半から。夜9時半から、まあ一応朝5時まで。あ、結構がっつりやるんですね。なんでこんなプレッシャー感じてるかって言うと、桃7が先週同じ土曜日で、はい、一晩で80万ぐらい集めたんだよね。ああ、売り上げですか。売り上げが、はいはいはい。ドルさんどれくらい行きそうなんですか。何人ぐらい行きそうなんですか。いや、冗談抜きで10万ぐらいじゃん。あ、でもこの平均って、はい、その配信者呼ばなくても大体40万ぐらいなの、はいはい、帰って迷惑かけちゃうからはいはいはい。最初はなんか便所休みだったんだって。でも土曜日休みって変だから、はい、まあ会いたくなかったんじゃん俺に、はい、そしたら裏で交渉したら、はい、いや休みだけど、はい、そんなにおっさん一人で心配だったら、まあ様子見に行ってやるよっつって当日は TJ、便所、はい、ポンスケ、はい、俺でお送りしますんで。ああ、4人で豪華ですね。うん、だからもう本当にちょっと見てみたいなっていう方いらっしゃったらぜひ。池袋駅から近いんですか。池袋駅、池袋北口から3分ぐらいです。あ、いい立地ですね。うん、2階部分。ご予算どれくらいで。
え、それでね、2時間どれくらい短縮、特にね、はい、どれの深夜食堂1日店長っていうイベントで5000円とかそういう形ではないんだけど通常営業で、まあ言ってもね、タレントバーなんでちょっとね、北口の相場より少し高いかもしれないけど、うん、まあ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 、うん、他の放送を見る限りでは、うん、客単価が、うん、まあ5000円から1万円、あ、まあ普通ですよね、うん、それ1万円はまあ、はい、3万のシャンパン入れる人もいるから平均して、ね、ああ、じゃあいや、まあまあ、全然安いと思いますよ。7000円ぐらい使われた方が多いのかな。7000円ぐらい平均で、まあそれぐらいじゃないですか、ね、でテーブルチャージと、うん、まあドリンク 4,5 杯飲んでつまんで、テーブルチャージあるかどうかわかんない、まあそんな感じで、うん、まあ普通ですよ、まあ、そこそこ飲んでってこと、まあそうですよね、うん、全然、まあ、あと俺におごったりとかね、はいはいはい、そういうことですね、そういうことですよね、うん、うんうん、あ、みんな行くって言ってますよ。ありがとうございます。すいません、ちょっと放送中にね、焦ってるもんで、本当にもうこれからの枠つけないトレーニング行ってきますね、もう。あ、行ってらっしゃい、はい、はい、はい、お疲れさ、ありがとう、ワド頑張ってね、はい、頑張ります。そう、どう、俺やんなかったけど、今日はあのドラゴンクエストの枠がすごい人気で、あのドラゴンクエストのクリア攻略配信、あと YouTube がチャンネル登録1000人になってスーパーチャットが使えるようになりました。儲かる？あれは7割ですね、投げ銭一撃5万までできるっていう。いや、そうだけど、はい、実際閲覧どんぐらいで、アイテムどんぐらい飛ぶの？あ、今日そのチャンネルの機能が開放されたんで今日からです。まだ試してないです。ああ、閲覧は100、200ぐらいですね、変わんないです。大手がまだ行ってないからね。そうですね、ちょっと楽しみですね。はい、はい、ドキドキライブって知ってる？はい、知ってますよ、ドキドキライブ。あれ同時閲覧もう1900とか来てんだよ、はい、トップのやつ。あ、そうそうそう、すごい、なんかみんな言ってますよ。ふわっちでそんな来なかった人でも結構行くみたいですよ、うん、はい、女の子とか。1900だよ、やばいっすよね。ただ、はい、アイテムの換金率が3割ぐらいだ。あー、あんま良くないですね。10万ポイントついてても、はい、見入りが3万円っていう、だからみんなやんないんだ。なるほどなるほど。でもさ、すぐ1900人とか1600人とかすごいよね。すごいですね、なんか時代が違いますね。やっぱり客層がやっぱ若いんじゃないですかね。うん、だから自分に合ったサイト行けばあんまり固執しないで、はい、まあまだ夢はあるっていうね。そうですね、うん、じゃあ明日のあのモグラと、すいません、もうね、はい、リスナーさんお邪魔して、もうすぐじじい消えますんでね、はい、ドレさん、それはツイッターリツイートとかすればいいんですか、ドレさんのツイート、なんか、今、ツイートにして全部やってるけど、はい、もしやっていただけると嬉しいです。あ、じゃあ、ドレさんのツイッター、その告知を、僕のツイッターでリツイートしておきますので、皆さん、ぜひリツイートお願いします。よろしくお願いいたします。はい、じゃあ、トレーニング頑張ってください。ね、あんなミュウツーみたいなゴミカスね、はい、俺がいつでも潰してやるからね、はい、あんなちょんなってでね、はい、ありがとうございます。あつさわどさ、あの、はい、ミュウツーがさ、はい、あのわどは身体障害者笑ってるって言うけど、はい、俺あれさ外で聞いてたんだけど、はい、声出して笑ったぞ。え、あんなもん笑うしかねえ。 あれは笑いますよね。っていうかそもそもなんかリスナーさん誤解してるんですけど、あの女の子が身体障害者かどうかっていうのって僕知らないんですよ。だから知ってたとしても、まあ、知ってたとしても笑いますよね。笑わざるを得ないだろ、ポエム読んだりとか。そうですよね、女の子は血液検査受けるべきとかさ、はい、あれをさ、何、はい、身体障害者のコンテンツは笑ったら不謹慎ってさ、はい、あれはおかしいよ。あれおかしいですよね、あんなの吹き出しますよね。だって俺もお前も精神障害者だし、はい、彼女は明るくやってんだけど空回りして面白いっていうだけでさ。そうですよね、はい、笑わざるを得ないでしょ、あんなの。あれ笑わなかったらおかしいよ。うん、いや、まあ叩きたいだけなんで、分かって、うちのリスナー分かってくれてるんで全然大丈夫っすよ。本当フォローありがとうございます。大爆笑してる、あれ外で。まあ笑いますよ、久々に外で声出して笑って、はい、そこにいられなくなった、恥ずかしい。はい、いつ来んの、ミュウツー。ミュウツー今家にいますよ。家の前で警察官となんか揉めてますよ。あ、家にいますよとか、家の外でね。家の外にいますね。潰しちまうか、あんなもん。潰しちまうかっつうか、多分あったらぶん殴っちゃいます、僕。で、のんちゃんも、うん、あの包丁刺すって言ってますね。ぶっ飛ばしていいんじゃないの、あんなの。
まあ、孫さんも。大体よ、はい、和道で食わしてもらってんだよ、あいつ。まあ、そうっすね。和道芸人なんだよ。はい。甘い気だよ。だから、部屋の中に入ってきたら、もう、詩人逮捕で、ほんと閉めて、うん、そのまま捕まえちゃおうと思ったんですけど、うん、なんか、入れ知恵入ってるみたいで、入ってこないですよ。あれ、頭いいもん。石投げちゃうか。いや、人参投げてましたよ、のんちゃんが。人参投げてました。はい。はい、あれ乳首はもう溶けたのか、24歳で。よかったな。あ、そうですね。あれ、1週間前で、もう謝って、確かにいいっていう。まあ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 、しょうがないね。はい、リモっていうか、事故だからね。まあ、事故っすね、完全な、うん。はい。見てみない、見てみたい気もしたけど、見なくてよかった。のんちゃんのサービスショット。のんちゃんでもおっぱい綺麗ですよ。めちゃめちゃあれ、いやいや、そうじゃなくて、はい、見るとほら、恥ずかしいから。はいはい。今まで通りの付き合いができるから見ない方がよかった。あ、まあそれありますよ。知り合いのはちょっとなんかあれですよね。うん。はい、じゃあまあ頑張ってください。ありがとうございました。ごめんね、邪魔してみんな。あ、いえいえ、とんでもないです。はい、またまた。はい、失礼します。まさかの番宣が入ったかな。すげえな。ここで告知をさせてくださいっていうセンスがいいよね。さすがだわ。皆さん、僕のツイッターリツイートしてください。今トップに来てる、ドレさんのツイッターリツイートよろしくお願いします。リツイート。あ、ありがとうございます。アイテムありがとう、ゆうさん。ありがとうございます。皆さんね、ぜひリツイートの方よろしくお願いします。拡散してください。盛り上げていきましょう。ね、行ける人は行くんでいいけど、やっぱりネットなんでね、リツイートをして、こう、行ける人、あ、知らなかったっていうね、行きたかったのにっていう人を、ないようにね、みんなで盛り上げていきましょう。こういうの大事ですよ。いいねボタンもしくはリツイートでお願いします。ありがとうございます。アイテムありがとうございます。盛り上げていきましょう。出ないの？ん、出ない。家から出るかどうか。いや、俺タバコ買いに行ったよ今。パフェありがとうございます。マキロありがとう。いつもアイテムありがとう。いやー、うまいよね。さすがだよね。空気読んでるっつうか、分かってる人だよね。1日で売り上げ80万すごいな。とんでもないね。シャンパン開きまくる。もうぐでんぐでんだろうね。ハートありがとう、ちゃんまゆ。久しぶり。そう、サムネが表示されてないけど。ありがとう、アイテム。ちゃんまゆ久しぶりだね。最近、ふわっちで見なくなっちゃって寂しいよ。俺がね、自分で小さい店、7人座れる店でやってても、マックスの売り上げいくらだったかな、18万とか21万とかだから、すごいね。やっぱリツイート完了ありがとう。みんな協力ありがとうございます。ドレさん、ドレさんはも、正直18万だと思う。手堅く18万だと思うよ。多分太い囲いさんいるから、あの人、あの先輩のやっぱドレさんぐらいの年齢の人とかいるから、気使ってシャンパン一本開けると思うんだけど、ドンペリとか開けないと思うの。綺麗な飲み方するタイプの人だから、ご祝儀で萌えとか入れると思うんだよ多分。萌えとかブーブーとか入れると思うから、多分まあ18万ぐらいはいくだろうなっていう、でも18いくのすごいんだからね。4人で回す店で18って結構すごいよ。ドレさん池袋ではない。お店が池袋なんですよ。引っ越しでバタバタしてたんだ。そっかそっか。引っ越したんだね。ありがとう、来てくれて。萌えピンは結構高いよ。萌えピンは結構高い。まあ、ブーブーでいいんじゃん。ブーブーだったら、まあ、いくらでの設定でやってるかわかんねえかんな。ブーブーをいくらで出してるかだよね。まあ、ドンペリ6ぐらいで出してんじゃないかな。白のドンペリで6ぐらいじゃないの。なんで俺が逮捕されんの？なんで俺が逮捕されんの？全然意味わかんない。ノルさん、池袋と新橋だよね。今さら逮捕も何のこっちゃないね。いや、よくわかんないよね。よくわかんない。
いやすごい叫んでたよ、なんかうるせえよ移動しねえよみたいなこと言って近所でガンガン騒いでて、警察官がお前切れよ配信とか言って出てけって言ってんだけど移動しねえからとか言ってなんで移動しないんだろうとか思って、で応援呼ぶって、ポリスメンは今だからのんちゃんと相談してるよ、だからあの人何なのみたいな、なんか騒いで移動しないって言ってるけど何なんですかみたいな、でのんちゃんはストーカーですって言って、こんな感じ。明日はまあどうだろうね、俺も誘われたんだけど、移動先が警察署だったから、ん？何移動先って、あ、警察署で、あの、ん？どうだった？なんか注意でもなんか終わりそうな感じ。ああ、厳重注意、まあ、もう一回鳴らしてきたら、もうさすがにね、多分ね、警察激おこだと思うよ。多分あいつあそこでね、籠城するしかできないよ。家の前にいるね。あいつじゃ落ち着けらんないよ。無理だよ。まあ、俺と絡むのはまだ早い、自分で人呼べるようになってからでしょ。もしくはギャラ払いなさいよ。もしくはギャラ払ったら出てやるよ。向こうの配信出てあげるよね、のんちゃん。1時間3万円だっつってんだから。別にリスナーさんからの依頼で3万円立て替えでいいよ。全然出るよ。ねえ、リスナーさんから、ミュウツーのリスナーなんですけど、ミュウツーお金ないんで私1時間、2時間6万円払うんで。全然出ますよ。出演しますよ。こんにちは、翔次郎さん。いやー無理無理、会いたくない人と会わないもん、嫌だっつってんじゃんカオス。だから言ったじゃん、線引きするって、こういうことなのよ、俺はずっと一人でやってきたんだから、1時間3万ね、だから会って欲しかったらギャラ払ってよ、もしくはオフ会に。そんなに嫌い、好き嫌いの問題じゃなくてみんなにそうしてるよ、配信外では会わないよ、誰がピンポン押してきても合わないもん、好きか嫌いかって問題じゃなくてメリットないもん俺に、1時間3万円ってあなた2時間半配信して1万円も稼いでないじゃないですか。プロ配信者は嘘ですか。あのね、俺の放送で俺がやる分には自己責任なんですよ、売り上げが立つか立たないかっていうのは。でも外部の人の配信サイト、例えばフォロワーも増えないしね、何か金銭的なメリットってないでしょ、人の枠に出るときは。だから人の枠に出るのは3万、1時間3万円ですって明示してるから、俺のデリヘルより高い、だから別に立て替えてくれるリスナーさんみんなが立て替えて出てやってよって言うんだったら出ますよ、仕事としてお受けしますよ。彼の放送こっちの配信切って向こうの配信出て1時間ね映るよ。メジョさんの店あの行ってない、だってね、そんなリスナーさん何人いると思ってんのよ、一人一人会いに来て握手をしてください、何々してください、お家入ってもいいですか、ちょっとおしゃべりさせてください、無理でしょ、ってなるでしょ、友達だったら別よ、石野とか浅井さんだったら友達でも何でもねえし会ったこともねえんだもん、当たり前だよ、子供じゃねえんだから。毎日同じ話ですね。ダライラマってすごいよ、アッパーダラムサラー行ったら握手してくれるんだよ。ダライラマじゃねえもん俺クソカスカウス、ダライラマじゃないもん、どちらかっていうと俺ヒトラーだから、だからそれが間違ってるんだって、ね、ヒトラーだから。でしょ？
ネオナチだよね影十字のネオナチだよね、うん、はいこんにちはトメトさんいらっしゃい、うん、アメリカンヒストリー X っていう映画があってさそれに出てくるエドワード・ノートンがめちゃめちゃかっこいいんだよねスキンヘッドに影十字で体バキバキに鍛えてエドワード・ノートンが世の中思い通りにならなくて悔しいね。まあね、うん、しょうがないよね。懐かしいよねあのシーン。あのなんだっけ、 あのボコ、道路のボコってなってるのなんて言うんだっけ、縁石って言うんだっけ。あそこにさ、それを噛めって加えろ加えろっつって加えさせてバーンって足で蹴ってここバカってやって殺すシーン、すごい子供心に怖かった。あれ怖くなかった。それで捕まるんだけど、こうやってエドワード・ノートンこうやってムッキムキの体で、あれ怖かったよ。エドワード・ノートンやってるよ、ファイトクラブの前じゃないかな。すごいよねあの人、うん、あれはトラウマだったわ。あんな残酷な人の殺し方があんのかっていうね。そんなことしたら歯が佐野さんになっちゃう。違うの違うの、ここの頸椎を砕く技なの。加えて縁石にガッて こういうところに加えさせて首を折るの。バキッて、テコの原理でそれで殺すのよ。ここガチャッて外れてここバキッて折って、えげつないよ、うん、直接採血はリスナーが喜ぶけど合わない方が正解ですな。だってあったらぶん殴っちゃうもん、うん、だって俺がさあんなのと話して何の得があんのよ。ないでしょ。ある？ないよ。だから言ってんじゃんいつも、こういう風に家で配信してる時は突で言いたいことを受け付けますよって。だから誰からの突も受けてるわけだから、誰からの突もで2回も逃げてないな。で会わないっつってんだから、会いたかったら1時間や3万円払ってくださいってずーっと言ってるよ一貫して。で分かってきてんだから、うん、あーバットマンね、うん、殴ったら確実に前回4番でしょ、うん、30万じゃないよ1時間3万ね、何度も言ってんじゃん、うん、俺はどうだよ、俺はどうだよ。ビジネスと趣味の違いね、別に変なこと言ってないよ。ソープより高え、うん、まあ自分でそれくらいだったら誰とでも会えるなっていう、嫌いな人でもビジネスって割り切れるなと思ったのそれくらいの金額かな、うん、嫌な人でもニコニコ笑って会える、1時間笑顔でいられる金額、うん、でその金額払えない人と会う気ないよ俺は。遊びじゃねえんだから、うん、知らない、何でもやっちょはいくらなんか知らない、
疑いを晴らして性を制してすればもっと閲覧アイテムが来ると思いますか。疑いを晴らすって何の疑いを晴らすの、うん、1時間3万円ね、うん、プラス交通費プラス諸経費、3万円プラス交通費プラス諸経費移動代込み、うん、捨て頃の前は男をあげたけど捨て頃の後は男を避けてるだけだと思いますよ。まあ男をあげる下げるっていうかさ、絡みたくない人と絡んで何にメリットがあるのか分かんねえな。暇じゃねえんだよな暇じゃねえんだよ、うん、ゆいがさんのトークイベント、いや連絡来てないけどやるんじゃないの、うん、まあね、うん、まあまあうちのリスナーさんはもう分かりきってることだから。和道に会うなんて100年早いと思ってるでしょうちのリスナーさんは、うん、簡単に会えると思ってもらいたくないし、嫌いなやつに閲覧プレゼントしてもな。いやだからまあ俺の名前使ってやってるわけでしょずっと配信を、だからやればって感じだ、うん、規約違反をしてるだけでしょ、いつかバンになるだけなんだから、うん、こんにちは、おエアジョーダンさんいらっしゃい、ミュウツーが行ってることに対しての話、どの道正しい、うん、どっちが正しいか、男ならリスナーの前で白黒つけた方が良いのかと、うん、じゃあギャラを払ってください、俺だよ俺さんが、はい、立て替えてくださいミュウツーの分を、はい、今から警察の方に写真撮られますでピースで写真撮ってました、おお。和道ディス枠で味しめたのは間違いないと思うけど、けどなんですか、うん、けどなんですか、はいこんにちは、うん、晩は12時ですよ、予定通りぴったしすぐ終わった、ぴったしすぐ終わった、マモさんこんにちは、楽しんでってください、今後どう伸ばすかだと思う、違うよ、有名なバーって炎上した時にこいつ面白いなっていう片鱗が現れるんだよ、伸びるやつって、荒野とかもそうだったでしょ、閲覧がバーって集まった時にこいつちょっと見たいなって思わせる何かを持ってるかどうかな、だから一発屋で終わるか、それともそのなんだろう大手になれるかっていうのはそこだと思うよ、俺昨日番だった、うん、じゃあミュウツーにさ俺がどんな LINE を送ってるか見たい、見たい人いる、
ミュウツーにどんな LINE 送ってるか見たいか、見たい人手挙げて。ミュウツーに送った LINE の内容を見たい人。多分その時系列を分かってないんだよ。なんであいつが悪いのかっていうのを分かってない人が多すぎると思うんだよね。見たい？キャプルよ。じゃあ見たい？ちょっと待って、ちょっと待って、これミュウツーでしょ、これミュウツーで OK？ みんな OK？ ミュウツーの LINE でしょ、ミュウツーの LINE でしょ。まず電話、夜の9時、夜の9時、夜の9時、これあいつからの着信ね、あいつからの着信、着信で俺からご案内メールを1回送ってる、着信着信着信で、ご案内メール送ってる、ご案内メール、ご案内メール、ご案内メールで、ご案内メール今から言うから、着信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 、俺毎日こんなに着信来てんだよこいつから、着信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 、一番最初の LINE は、お疲れ様です、今配信中なのですが通話可能でしょうか、練馬座チャンネルにはめられてます。いやだから俺はどういうメール送ってるのか着信しつこいのよ。だからご案内メールの内容を読むよ。いつも和道の放送を応援していただき誠にありがとうございます。コラボ放送やファンとの交流についてルールを下記に記しております。ルールをご理解の上ご検討お願いします。ファンとの交流について、和道と直接会える機会はオフ会イベント外配信中のリア凸をご用意させていただいております。不定期ではございますがオフ会を開くことがあります。多くのファンの方と一緒に和道と直接交流することができます。食事や映画鑑賞などその時々に応じて様々なオフ会を提供しております。ぜひご利用ください。イベントについて、和道がイベントに出演した際リアトツする機会がある場合がございます。出演するイベントに関しては和道のツイッターにて告知を行っております。イベント参加ご希望の方はツイッターのこまめなチェックをお願いいたします。外配信のリアトツについて、和道が外配信を行っている時リアトツすることができます。一定額をご支援いただいた方にステッカーもプレゼントしております。配信中のため顔などを映したくない方はマスクをつけて自己防衛をお願いしております。コラボ企画のご依頼について、配信者の方からコラボ、イベント出演、その他のお仕事のご依頼に関するルールを下記に記しておきます。アポイントの取り方について、アポイントは当日のみにお返事をさせていただいております。和道は重度の睡眠障害を抱えております。事前に日時を約束してしまうと、約束した日にちにお伺いすることができない可能性が多々あります。ご迷惑をおかけしないため、この点をご理解いただいた上アポイントをお取りください。なお当日に来るか来なくても分からなくてもいいという条件でもよろしければ、和道も参加しやすくなっております。コラボ配信について、和道とコラボを希望の方は企画概要を LINE にてお伝えください。企画の内容をよく検討させていただきお返事をさせていただきます。なお、和道の放送枠を開けないコラボや企画はお断りをさせていただいております。上記以外の外配信での時間を割く場合について、上記でご案内させていただいた内容以外でのご要望については1時間3万円、1日30万円、さらに交通費、食事代などをご負担いただいております。時間に関しては移動時間も含めて精算していただきます。料金は前払いでお願いいたします。なお集合時間に関しては約束はできかねます。和道がいる場所まで来ていただいた方が確実です。 OK？ ここまで読んだ。 OK？ でだ、ちゃんと案内送ってんだけどな俺で。来ていただいた方が確実です。例、往復、移動往復1時間かかって食事2時間、合計3時間、9万円プラス交通費プラス食事代、以上がルールとなっております。ご理解ご検討のほどよろしくお願いいたします。ワードと送ってんじゃん、わかる。でさらに言ったら、いや送ってんじゃん。いくよ。いつも和道の放送をご覧いただき誠にありがとうございます。
LINE のご登録に関してお願いをさせていただいております。ファンレター、ご意見、仕事のご依頼はすべて LINE にてご連絡いただいております。 LINE に関するルール、コテハンとメッセージをつけてください。配信中以外の通話はご遠慮ください。メッセージは読みますが返信いたしません。言ってんじゃん、ルールに書いてあるでしょ。メッセージは読みますが返信いたしません。多くのファンレターをいただき感謝しております。大変残念なのが、すべてのメッセージに返信することはできません。すべてのメッセージは必ず読ませていただいております。しかし仕事のご依頼以外のメッセージは返信することはございません。すべてのリスナーを平等にご対応するため、ご理解ご協力をお願いいたします。上記のルールを守れない方はブロックさせていただいております。なお、LINE のフレンド数は5000名と限りがございます。興味のある方は早めにご登録をお願いします。伝えてるでしょ。どうよ、どう、あ、分かってきてんだよあいつ、うん、既読スルーとかじゃなくて言ってんじゃん、うん、読んでるか読んでないかわかんないけど、俺は言ってるから、伝えてあるから、うん、もうそうそうそう、いくら言ってもわかんない、うん、会う気ねっつってんのだから企画をちゃんと打診すればいいじゃん、うん、ネタがない、いや、ネタがないの意味が分かんないかな。ネタなんかないよ。俺のことを見たい人が見るだけだから。うん、悪の手帳分かんない。キリノジさん、こんにちは。楽しんでってください。トイレ行ってくるわ。ベージョさんのバーからオープン前にありましたよ。オープン前にありました。お断りしました、はい、だいぶ前に来ましたね。一昨日もベージョさんから来たかな、うん、話題変えてくれた方がありがたい。男が声のみの配信で一番呼べるとこってどこのサイトだと思う？人はあんまり呼べないと思いますね。人は呼べないと思います。は呼べないと思います。もともと声だけの配信で人呼べてるところないですね。花火少ないね。そう、花火少ないかな。まあ通常枠だとこんなもんだと思うけど。あ、じゃあそろそろ僕、あのシャイニーにバトンタッチをしたいと思います。のんちゃん、シャイニー放送やるから来て。じゃあ皆さんお疲れ様です。ありがとうございました。お疲れーす。お疲れ様です。フォローありがとうございました。お前コメント欄荒らすなよ。とかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんねん。もう